週末はね本当にいろいろとバタバタと忙しい週末でしたね、はい、そうでしたねあのさテレビドラマとかさ、はい、あと時代劇なんか特にそうだけれどもさ、はい、あの定番のやつってあるじゃないいろいろ定番のやつ必ず定番でこうなるなみたいなああ、水戸黄門とかああ、そういうのもあるねあの例えばどういうのでもそうなんだけど、うん 例えば一人のヒーローとさ、うん、あのたくさんの敵が戦った時って、はい、大体あのほぼやっつけたなぐらいの時に、うん、ふうって気を抜くと、うん、最後の一人がまたっさっきやられたはずの一人が、うん、ふっと起き出して後ろから「うわ!」ってきてあるあるっていうパターン必ずあるでしょ。っていうパタ劇あるあの西部劇でしょ。っていうパタ全員やっつけたかなって思うと、戦ー,ーンろって言って。うん 後ろからバーンってつけたりとかさううあるじゃないそうです、ね、ああいうのはやっぱり何て言うんでしょうね俺たちにこう全部片付いたなと思って気を抜いたらやられるでっていう、うん、あそういうメッセージそういういメッセージなんじゃないかななんて思ったりするんですよね。はい そんなことをちょっと思い知った週末だったんです。先週は。え、なったんですか。そんなことありました。先週まずはえっとまあこのあの西野貴が先週終わってから水曜日は普通のね、マッチドーストーックスで飛び入りライブイベントのアコステッチのカオリも歌いましたね。はい、毎週やってますね、基本的に。ね、カオリが MC もやってるイベントで、で僕も歌いました。確か何歌ったっけね。なんか歌ったわ。そうですね。歌った。毎週歌ってるから忘れた。そうね。 そんなあのー、イベントはまでは普通だったんですけど、はい、今ノイズが入ったらごめんなさい。ノイズが入ったら僕のせいじゃないです。ええ、<laughs> なんか出てる？また。僕のせいかもしれないです。<laughs> ね日産マイクじゃないの？<laughs> そうみたい。そういうこともあるんです。あのノイズもラジオの醍醐味だと思って聞いてください。<laughs> それ無理やりする、ね。<laughs> <laughs> あのー、時,々時々あるんで<々>あるんです。そういうそ,それがラジオだ。 いや違うと思いますけど <laughs> そこも含めてラジオだと思って楽しんでいただければま生放送の今,今日最後までノイズがなかったね <laughs> この幸せをねいやいやいやれそれが普通ですから、ね、調子に乗ってんじゃねえぞお前ら何 <laughs> <laughs> いつもノイズなく聞けると思うなよいやいやいや,いや <laughs> あのそれが普通ですから、ね、そうやってるとそう思ってあの調子に乗ってると、うん、ノイズがやってくるんですそういうものやね さっきのさっきのつながりつながりつながりなが気を許したらいかんっていうああ緊張感を持って気を張っていきましょうノイズも出ないように。で木曜日にはさ、はいあの「サムライランド」っていうのがね深夜。はい この、はい、ちょうどこの時間にやっておりまして、そで,、ね、でそれの後ちょっとミーティングがあったんで。うん、ええー、木曜日の夜に、うん、あの、よ、朝四時、朝方四時ぐらいまでね。うん、なんだかんだここでミーティングしてたんで、<あ>みんなで。FM の局にいたんです。そうそうそう。それで、その後また、朝八時に、ここへ来て。うん、はい。 金曜土曜と2日間ある JAXA の特別公開の会場からの生放送相模原キャンバスからねこれ2日間あってそれで金曜も土曜もやったんですけど金曜はカオりンは金曜ハミングがありますから夕方時からいつも通りの出勤で僕はちょっとその前の JAXA からの生中継のやつもこの音響卓っていうんですかね僕が今喋ってるのもそうなんですけど音を出したり。 音を下げたり、はい、上げたり、中ぐらいにしたり、<laughs> 中ぐらいとか、時々ノイズを出したりとか、ノイズは出そういう仕事がそういう仕事があって、まあ技術のね、そ,のそう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 それが関係の仕事だ。あの10時から1時までだったんで、はい、その朝8時にはすぐ来なきゃいけなくて、早い時間ですね。そうなのよ。だからね、家帰っても3時間ぐらいしかないから寝ようかな、うん、どうしようかなご飯食べようかなって思ったらご飯食べるじゃないですか。うん <laughs> 睡眠よりは食欲を満たす感じでそ,うそ,うそ,うそれでちょっとご飯食べてから来て、うん、寝ないで結局来てそれで1時までやったんですあそこは緊張感持って一回 CM 打ち忘れたぐらいでどうなんですかそれき引き締めてやってきましたか まあまあ終わったんでね生放送なんで <laughs> 時間が来ると終わるんでねいろいろ反省点はもちろんあるんですけど、うん、まあそれが無事終わって、うん、でそれから、あのー、金曜ハミングが始まるまで4時に始まりますから、うん、3時間ぐらいまた3時間開くわけですよ<あれ> <laughs> 微妙な時間でし,た、ね、微妙でしょでも俺昨夜寝てないからここでちょっと、ね、例えば車に帰ってちょっと寝るとか、うん、もうできないことないけど外暑いしさ。はいはい だから帰国でみんながまだ人もたくさんいる中でロン、うん、んと一人で寝るわけにもいかないし、うん、3時間あって寝る時間寝るにも微妙だしご飯食べる時間にはなるけどって思ったらやっぱりご飯食べるじゃないですか <laughs> やっぱりそこでもで <laughs> 寝るよりご飯なでちょっと出てその辺のお蕎麦屋さんでまたご飯食べて帰ってきてもうおなかが苦しくて、うん、<laughs> もうその時点でその金曜日は終わったね。 あ、そうですか。そうなん、それであの金曜ハミングが始まったじゃないですか。そうですよ、まだここからが私の本番で。ね、また四時からね。そうなんです、で、金曜日、あの、はね、あの、もう金曜ハミングはもういつも通り。あの、二人の息の合ったコンビネーションで、何の問題もなく終わりまして。まあ、あの、番組中、番組中二歳、一回ぐらい寝ましたけどね。 <laughs> 私が Q を西さんが出してくるのを待っていたら永遠にこう Q が来な,なくって <laughs>「あれ?」みたいな「西さん寝てんのかな?」みたいに一生思った時ありましたけどの石のように動かずねあれは絶対寝てましたよねうんうん、<嘘>君をちょっと試しょあっ俺の Q なしでももうやっていけるはずや君どがいつまでも俺の Q に頼るな <laughs> ええー、だって九が来ないと、喋り出せないんですもん。<laughs> あのう、厳密細かく言うと、交通情報を読んでね。はい。で、交通以上、交通情報でしたっていうのが終わると、一回 B. G. M. が上がるんです。うんうん、うで、B. G. M. を下げて、僕は九を出すと、続いて天気予報ですって、古谷かおりが。はい、天気予報に続くんです。で、それを、僕は、あの交通情報ですっていう時に、確かに音を出しました。それ、はい、で,で、その出し 出して、うん、で香りが交通情報を読んで,、うん、で次に僕が「はっ」て気が付いた時には、うんあの「以上天気予報でした」って香りが言ってたんで <laughs> あ天気予報終わったんやと思って <laughs> そうっと下げてみましたけど。一瞬の間に寝ましたねすごーい。 さすがまあでもねこれ慣れ慣てます <laughs> 時々西さんがこう徹夜明けで金曜ハミングのタッグをやってくださる時はたまにあるんでね。困りますよねそんなこっちゃね本当にね。<laughs> まあそんな状態だったら、まあ、ハードスケジュールが続いてね,ねでしかもお腹いっぱいじゃんお腹いっぱいになると余計眠気がね。<laughs> 俺ねあの俺本当に前からよく言うけど、うん、あのお腹いっぱいになると本当に使えないやつになるのよ俺あ<ー>。もうなんか集中力もなくなるしラジオの前とか基本食べない、ね、食べないようにしてんのだもうお腹いっぱいになるとパーってしてしまうも俺も今 今は多分お腹いっぱいにしたらんかメール手に持ったまま2時間ぐらいはポーっとできるいやいやいや2時間番組ですから2時間ポーっとされても困るけどそう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 だから食べないいそれでさそれでとりあえずそれが終わったユーストリームまでユーストリームでのね限定配信をそのっと7時から大体8時過ぎ9時近くまでねいつもやるんですけれどもちょっとそこの前に「もう無理だわ」っつって。 宅の前でバターっってて横になって生放送が金曜ハミングが4時から7時までやって<う>ちょっと休憩挟んでユーストリーム限定配信をやるんですけどうすもうそこで,もうそこで7時で終わった時点で倒れましたね、うん、西さんね。もう無理や あのマイク上げて、それで、つないで、カメラを映しておくから、ちょっとやっといてって言って。やってくれなかったでしょそれも。それもやる前に、岸さんがひっくり返ったんで、私がにいさんに、これどう、どうしたら。あの今、こう流れてる音止まるんですか、とか。私は、聞き出して、私が自分でポチってやったんです。ビ g m っていうボタンを押せ。そう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 。え、どれですか、どこですか、みたいな感じ。右ィー。そう。 そんなことでねそうでしたねた一人でしばらく放送 1>, 1時間ぐらいやりましたよ、ね、一人でもう全面的に寝てたんでね <laughs>、うん、その時ねそうでこっそり私も西さんの,その寝てる写真を証拠に収めてあと <laughs> でねツイッターにアップしましたけどびっくりしましたよ <laughs> まあでも寝てないとそうなりますよね。そうね。うそうね。だからあのまああの今週末はもうしんどいっていうのが分かってたから。はい、でその金曜ハミングがなんと終わった後も、はい、翌日またこのジャックさからの公開生放送。二、はい、日目っていう二日目は僕と古谷ア香りの二人で。お昼からですね。十二、ね、時から三時っていう一番暑く,くそ暑そうな時間帯に。<laughs> そうだね。ね <laughs> やがらせかって思うような時間帯に。<laughs> やったんですけどねここはちゃんとそんなにご飯も食べなかったんであんまりちょっと寝る時間はなかったんですけどねでも偶然偶然というか割と涼しく過ごしやすく意外とね曇りがちだったので僕らのブースのところは軽キャンパー軽自動車のキャンピングカーリゾートデュオ旅博車っていうねファインステージ21で販売している。 家計のキャンピングカー、リゾートディオ。二回言ったね。一回言うとね、あの社長さんがね、三千円くれる。嘘、そんなの知らない。番組終わるまであと三回用意うるという。あのキーワーミングでねやってるコーナー、ファインステージっていうコーナーがあるんですけど、そこのね社長さんが。 あの出してくださってねそこに機材車機材も入れられるし中見たら広かったね。広かった軽なんですよ軽自動車のキャンピングカーなんですけど、ね、でも思ったよりも広くて、うん、手の手洗い場みたいな水場があってね。ちゃんと水場があってソファーも置いてあってね二つね、うん。おしゃれだ広げるとベッドになって寝られるんでょすょあれ。うん 下に二人寝られて、上も屋根がぐわっと上がって、そこパンパンパンとこうなんかあのなんだね寝る板みたいの出すと、さらに上に二人寝られる。計四人の来で四人寝られるんですね。そう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 。それで横からこうさーと日差しが出るようになってね、ロールローフカーテンじゃないけどなんかロールのなんかそういうやつね日差しが立てられるやつがでそれをそれの下で放送してたもんだから風通しもよく涼しくね。 楽しく放送できましてねレポーターの人が大変だったわけすね。そうですね広い会場を走り回ってくださって。ね、あのー、僕とカオリンはもう相変わらず息がぴったり。あの番組の入り口と出口だけ <laughs> 僕はあの、うん、FM 相模公開生放送ジャックさから話していますって、うん、最後言って、うん、あの終わる時にはこの番組この放送は <laughs> あのジャクさの相模原キャンパスから生放送でお送りしていますっていうの。うん だけあとそこだけ俺は言えばあとふざけてればいい,いね <laughs> 一応ね,ね頭と最後だけはしっかりとやって最初最後やるから、うん、あとよろしくみたいなねカオリかおりんが中身の重要なものは全部読んで,で、ね、ゲストへの質問もまっとうなことは全部「うん、<laughs> ここは聞いてね」っていう質問は全部かおりんが聞いてあ,、はい、あとは俺ふざけてて役割,分担役割分担でね、はい、それでそんなんでずっとあのお話を させていただいてあの遊びに来てくれたそのジャクサの人たちも、はい、面白い人たちでね,ね皆さん面白いお話聞かせていただいてそれであのその番組のあのコーディネートというかし番組を仕切ってたのが、うん、今回セミマルが初めて,ンジて、ね、そうなんですよそれ池相模月光団のね すごい見事でしたよねさすが顔が広いというか、うん、取材でこまめに足を運んでいる成果が出るよね、うん、人脈があってあ多少無理も聞いてくれるしね、うん、時間とか面白い人がいっぱい来てくれるしね、うん、みんな協力してくれるしこれもセミマルの日頃のあの取材の賜物ですよね,ねリスナーさんもいっぱい遊びに来てくださってありがとうございました,あ,たあんな暑い中にね暑い中見てくださって、うん、それでいろいろメールもいただいたじゃないですか、はい で僕はあ,のあの時はあのほらジャクサの昼の番組だし古谷かおりの「金曜ハミングの」の流れで行ってるような感じだったからあえてあんまり触れなかったんですけど、はい、この番組の、あのー、投稿を引っ張っている牽引している <laughs> と言ってもいいサーキットの神さんが。はいはい あの後で見たらねすごいいっぱいメールくれてたんですよあそうなんだあの時は皆さんで「JAXA、うん、への質問があったらぜひ」そうそうそう、ね、そういうテーマで募集してましたそう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 いうのでこの中でもねさっきとのおかみさんからあのいた,だいたメールもねいくつかはあの、うん、採用したんですはい答えていただいてもそうなんですよ、ね、あの宇宙戦艦ヤマトのように実際ワープって可能なのでしょうか、うんね 時空を超えてこれまち目にね、うん、あの今論文の範疇では、うん、そういうことをあの時空を超えるっていう、えー、エネルギーを、えー、研究してる人もいます、うん、まだ表には出てこないですけれども、うん、研究してる人がいるということはいずれ形になるかもしれません,ん夢がありますね夢、えー、のある話をね。うん、でね <laughs> 他のがあのもう一個あったのもう一個あの、はい、えっとね ロビンス,あのスピッツの「ロビンソン」リクエストくれてあ、はい、サーキットの神さんが「はい、その歌詞の中で宇宙の風になるとありますが、うん、宇宙で風は吹いたりするんですか?」ってお<う>まあ基本は吹かないですよね。そうですねね、うん、だけどもほらなんか月の絵でさ、はい、絵を見るとなんか旗がひらひらってなってるように見えて、うん、それでそ,のそれがきっかけでもしかしてあのアポロが月面に着いたっていうのはもしかしたら嘘なんじゃないかなっていう。あ そ,れその辺から怪しくなってきてね、えええー、その他にもその後メールがいくつか来て、えー「宇宙空間でおならをしたら前進できますか?」って前進するだろうねちょっとした力でもね <laughs> それこそ太陽から光の圧力でも進むっていうぐらいだからね。はい えーとそれから、えー、最近話題になってる宇宙エレベーターってぶっちゃけ現実的ですかあと何年後ぐらいにはできそうですか僕が生きてる間にできればいいなーってほ<う>あの宇宙までずっとつ、ね、ながってるエレベーターがあったらいいねはい、はい、なんていうでもそれはどうなんでしょうね。<laughs> それのそれをこれはもう聞かなかったですね。うん、この辺から多分ディレクターが見切りをつけたんだんですけど、うん、見切りよ。僕らの手元にはもうこのメールが届かなかったんで。そ,でねでね、その後のねメールがね、うん、どんどん愉快愉快なことになってきて、はいえー、あのー、これは質問でも、まあ、質問だな。酸素もない宇宙空間も平気で飛んでいくウルトラマンですが。 怪獣に首を絞められると苦しそうにするのはなぜで,ですかなになになにえあのだからウルトラマンウルトラマンは、うん、あの宇宙でもジュワッと飛んでるってことは酸素がなくても生きていけるんじゃないで、首絞めないで苦しいっていうのは息ができないから苦しいんですよ、うん、ウルトラマンは何です息 <laughs> しなくて平気なはずで<ー>なんで苦しんでるんですか確かにね ナムズブライフルの聞けって話じゃないですよ。ジャクソン。ジャクソの人に聞かれても。さあ、もう本当に、あの、多分この辺りのメールが、あの、しかとされて。あの、さっきと、おかみさんも、あ、もういいのかなって思ったんでしょうね。最後に届いたメールが。ロケットで宇宙空間に入った途端、食欲がなくなりました。なぜでしょう。答え。空気がないから。食べる気がないから。っていう <laughs> なんだこのメール <laughs> <laughs> それをそれをジャクシ x a のジャクの偉い教授たちにこれをどうしろと言うんだ、うん、<laughs> すごいねこんなにいっぱい送ってきてくださってたんだ <laughs> そうなの <laughs> 今全部受け止めましたので面白いからここで全部ご紹介しましたよ。はい、まあそれで無事に <laughs> ジャクの方はね、はい 生放送も終終,了し終了してね本当にあのセミマルさんのおかげですねそれからディレクターさんとかうん、うん、スタッフワークのおかげでい、えー、いい放送ができたと思いますよ、はい、でその後あのー、翌日の日曜日には「歌声喫茶2っていうこれももうぶっちゃけて言いますと、うん、うちの町田ウエストボックスっていうライブハウスが、うんえー、日曜日とかに、うんあのー、イベントが入るべき日に入んなかったり。うんはい キャンセルになっちゃったりしたときに、はい、あるんですよね、意外と急にキャンセルとかね。ね、で今回もちょっと意と急遽のキャンセルがあって、うん、もうイベントが入らないということで、うん、あの急遽やったイベントですね。はい。これあのなんどういう風うに内容かというと、僕とフレア香りの二人しかいなくて、はい、基本は。そうです。まずそこで人件費を削減し、<laughs> <laughs> それで、ね。 1000 <laughs> 円のワンドリンク付きでみんなで入ってきていただいて、はい、みんなで歌を歌ったり、うん、あのみんなに俺のものまねの磨く手伝いをしてもらったりそれから今回はあの「うのやってかおりに気持ちのいい思いをさせたい」ごたいな <laughs> そういうまあ最終的3位だったんだよね <laughs> 3位だよね大したもんだよねまあちょっと3連勝したんだもんねだってほにね予選ではね,予選でねストレートで。うん すごいね、3連勝したんですけど最後が3位なんでねまだちょっとぶっとしてる <laughs> もう一回,いい回やんないといけないねもう一回やんないといけないねそかと思ってまたやりましょうお願いします、ね、あのほこでもって <laughs>、はい、そのイベントはね大体いいお昼ぐらいからやるので、はい、割と早い時間からやって、うん、遅くまでやるのでそうですねあの、まあその ジャクさのやつは割と早くは終わったんですけど、うん、僕はもうそれで熱でもう暑い中にいたんで、うん、すっかりダウンしてそのまま帰ったんですけど香りをそのままね仕事にもやってもらってねあ土曜日の日ですね土曜日はお店の方でもイベントがあったんでね土曜日三時まで生放送やってその後また四時ぐらいからねえ<ー> <laughs>、はい、しんどかったよね結構やっぱ足にきますね,くるねジャックさんも結構ほらキャンパス内を歩き回って事前に見たじゃないですか、うん だから結構歩き回ったのがやっぱ足にきて <laughs>、ああ足にきたなって思いました <laughs>。年かなって。ね元陸上部なのにね。陸上部なのにね。分かるよでもすごい。えなきゃいけないかなってちょっと若干思いました。あんまり長距離歩くことないからね。そうですね,ね今はね便利になっちゃって。やっぱウォーキングとかいろいろしないとうん、うん、ダメかもしれないよね。そうそうそう。でそれでそのあの歌子えきさんの方にもいろんなリスナーさんの人が。 ね、参加してくれたりね。遠くからも来てくださって、ありがとうございました。えっと、サムソンさんもね、ええ、普通お手頂いてます。ええ、皆さん、こんばんは、サムソンでございます。私、サムソンは恥ずかしながら、一昨日二十九日誕生日でありました。あ、そう。ありがとうございます。じゃ、フルサブ。あげなきゃ。フルサブです。よろしく、どうよる、受け取ってくださいまし。ええ、年齢は不惑の年代の真っ只中ということで、させていただければと存じます。何事にも、日々邁進していきたい今日この頃です。 さて先日の歌声喫茶2師お疲れ様でした用事の合間を縫う形でしたので短い時間のボックス街の、まあ、ウエストボックスに、ね、お越しいただきました、うん、の滞在でしたがアニソンやアニソン,、ね、アニソン歌いましたね,ねまさかアニソン歌とは思わなかったか時間もうちょっとアニソン枠広げようよ そうですね、考えればもうちょっとみんなも、ま、っとあるはずよね,そうね意外と出てこなかったのよねなんかね。うんえー、いや70年代から90年代のポップスなどを楽しむことができましたし久々に UNO を楽しむことができ、うん、私にとって1日早い誕生日のイベントになったと思ってます。うん 誕生日って知ってればね、もうちょっとね。そうですよね。おとらしいことしたのにね。うん、ハッピーバースデーとか歌えたね。あの、この日は歌声喫茶っていうぐらいで、本当に懐かしい曲なんかを。うん、あの、今は便利なことに、あの、アイパッを持って、うん、それで曲を探すと、歌詞とコード譜みたいのが出てきて。そ,ね、その場で歌えるんですよね。<う>で、それを使っても、どん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 、<う>みんなが歌いたい歌とか、思いついた曲を、その場でどん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 歌って,って、ね。だから、もう全部決まっ、ね、何歌うかとか、その場で決まるっていう。いう,うそう、全く決まっ、で、この一回。<laughs> この間曲らい歌ったそうですね12時間で50曲ぐらい1回100曲歌ったりしましたからね調子に乗ってねそういうイベントまた8月にもやってって言われたんでなんかなんとかできるようにまたね機会があったら今ツイッターの方でもこの番組ユーストリームでご覧いただいてツイッターの方でもねいろいろコメント頂いてますけど残酷な天使のテーゼを演奏できるようにしておけっていうおっといきなりもうリクエストが。 知ってるよあの <laughs> あれでしょ残酷な天使が定ぜなんかおかしいなんかおかしい残酷なエヴァンゲリオンの、ね、とシーサと光の強さがなん,なんかおかしいからそういうねイベントあのやってきます有やっぱ今日なんかあの夜、うん、アニメのちょっと番組やっててう,うんやっぱ主題歌で一位になってましたよあやっぱ人気あるんだねん人気あるね。 じゃやってくね次ねねじゃあ次はい <laughs> えっとえー、っといろんなリスナーの皆様ともお会いできリフいいリフレッシュになりましたかった西さんかおりんさん前日は暑い中ジックさんの特番でお疲れだったと思いますがそれを微塵も感じさせない熱演ぶりに心から拍手を送りたいなと思いますおありがとうございます <laughs> 次回は長時間ユースとか、ね、その時を楽しみにしたいと思ってますてうもう12時間だから長時間だよ、ね、長時間でいいじゃんねえもうね <laughs> なんで長時間って認めてくれないんだろう12時間頑張ったに時間やったから長時間ってことで でも結構体力使うのよねものまねとかがね <laughs> 俺ものまねがいまいち納得いかなくてんなんかね自分の思った感じにできなかった、ね、あそうですかでもね意外や意外にさんのその,一ととのは「<laughs> 一軍」二「1軍2軍3軍」ってあるのがね <laughs> ちょっとびっくりでしたけど思うようにできな、ね、その話も面白かった。 それが悔しかったんですけど、<laughs> ザカさんからもいただきます。日産、はいえー、カオリンこの週末は金曜ハミングジャクサ歌声喫茶録公開収録と本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。そうあのー、歌声喫茶の後にはミュージックボックスの公開収録もあって、ねはい、昨日ですね。月日昨日はカオリンがね一、はい、週目の収録もあったので大変でしたよね。そうですね。<laughs> えー、私はその中で歌声喫茶しかお邪魔できませんでしたがとても楽しい時間を過ごさせていただきましたいつもボックスに行くと楽しんでハメを外してしまいがちでご迷惑をおかけするかもしれませんが引き続きよろしくお願いしますねこちらこそ本日もよろしくお願いしますあの,ー番あのに「歌声喫茶」2時が終わったのがそれで深夜の。 12時までやっ,てやったね結局ね片付けとかして12時ぐらいあっじ,<ゅ>じゃあ2時まで,で片付け <laughs> 12時まで放送して2時ぐらいまで片付けそうだね結局片付けやってたもんね、うん、でそれでその後あのもう当然結構電車がもうない時間だったのでみんなを送っていったりなんかしてね,ね日産よく。 送っていくよってあのだってほらあのせっかくね遊びに来てくれてなんか途中で帰っちゃうの寂しいじゃないだからつい引き止めちゃうんだけどねそうでしたかそれであの塩掛さんあのザカさんも送ってたんだけどザカさんは割と近いんですよそうですね車でそうね十十五分二十分ぐらいかな夜中だと同じ町だねそうそうそそのぐらいで着くしその先のね次の人武蔵小杉のあたりね あの川崎 fm があるあたりなんで、毎週毎週毎週毎日届けてましたからね、ミュージックボックス。それで、そこら辺までは良かったんですけど、問題はこの人からですよ。塩かけさんからいただきました。リサマカオリーニ姫、そしてタイムラインで深夜の密談中のリスナーの皆さん、サイレントリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。群馬の塩かけです。群馬だって。群馬。群馬から来てくださったってこと。だもんね嬉しいわよね、群馬からわざわざ。だって、ただ。 俺がだらだら歌ったりモノマネしたりするだけよってそ,よ <laughs> それにねお金払ってこんな遠こから来てくれるなんてねなんて気得な方なんでしょう <laughs> 日曜日の歌声喫茶西長丁場お疲れ様でした宇野大会では優勝することもできそうだ,そうだ宇野大会 塩掛けさんが香りの起業をそこに、ね、<laughs> そこでにないけど <laughs> とても楽しいひと時を過ごすことができましたうのをしたのは何年ぶりという感じです日産にはソリさんと一緒に自宅のある北関東まで送っていただき <laughs>、うん、ありがとうございました歌声喫茶は時間を気にせずにゆっくり過ごすことができますお盆に長時間ユースとあるのでしょうかだから昨日長時間やったじゃん <laughs> 12時間は長時間だよ皆さんなんでみんな長時間って認めてくれないんだろうね十二時間歌ったのに四十八時間とかやったから そうだね48時間なんかやったやってないや40時間か40時間で40時間 <laughs> 飛ばさない <laughs> <laughs>、えー、また遊びに伺いますのでその際にはまたあのよろしくお願いします最後に座布団は先週分で西座布120枚だってル座布変化なしの25枚ですという申告も合わせていただきます、はい、この塩掛さんが、うんえー、まさに北関東前橋の方かほ<う>ね いうところだったんですよ、はい、だからまずその武蔵小杉の次前橋だったんです、はい、それで結構距離ありそうですね結構あのー、俺が思ってたよりずっとあったね <laughs> <laughs> あもっと近いかなって甘く見ていたねちょっと甘く見てたねあ<ー>ただもう一人あのー、車には、うん、あのー、ソリさんっていう方が、はい、リスナーのねソリさんさらにらソリさんが日光に住んでられちゃって <laughs> <laughs> 日光から来てくれたんですよ。はあ、<で>ありがたいわよね。よね本当にありがたいけれども、うん、ね遠いな <laughs> <laughs> まあ送るよって言っちゃったし、ね、そ,そうなのよねそうなのよでそれで前、うん、あの武蔵小杉の時は前橋の方に行って、うん、その後は、えー、日光に行ったんです、はい、でもうその時間にはねもう夜中のどれくらいかかったんですかどれくらいだっけね ね、日光って江戸村の日光そうまさに江戸村の日光ですよ修学旅行に行く日光ですよね,ね見ざるわざる言わざるの,の徳川家康がね、うん、建てた東商軍がございます <laughs> 日光東商軍、ね、東商軍、ね 東昇軍。東昇軍。あ今東昇軍と。東昇軍。あった今。ちょっとおバカが出たと思います。東昇軍ね。優勝みたいに <laughs> ちょっと口が滑りました。<laughs> <laughs> それでもって、はい、あのー、どのぐらいなかったかなでももう多分前橋に着いた時に明るくなってて。うん、二時過ぎに町田を出たじゃないですか。うん、明るくなって 5時だってことはもう5時とか6時とかいや4時過ぎぐらいだったっけじゃあ2時間ちょっと前,前橋5時半着ですって5時半着じゃもう3時間ぐらいは経ってたってことだね <laughs> そうね, <laughs> そうね ほうそれで最短、あのーまあ、ルートなら今塩掛さんが書いてくれてるけど、うん、ツイッターに最短、えー、ルートならあの町田まで2時間くらいですね。っかでも今回は、まあ、町田行ったり武蔵小町田行ったりって町田だっつて <laughs> 町田から町田のね <laughs> ところにお送りしたり武蔵 <laughs> 小杉ってちょっと寄り道しながらだからプラス1時間ぐらいかそうなのそうなのそうなの。 あのツイッターでご覧になりあのユーストリームでご覧になってる方は、えー、あとあるいはあのツイッターの方で一緒に遊びたいという方は、はい、シャープにしらじというハッシュタグ、はい、シャープ NISIRAJI というのをつけていただくと、はいえー、みんながやん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 ラジを聞きながらね,ね言ってることが書いていただきますで、はい、見ていただきます、えー、それで初めましての方もケロマイデンさんもありがとうございますいらっしゃいませありがとうございますえっとそれで、あのー な,な,なんなんなんすけそれであのその日光まで、うん、その前橋から日光にいくのも結構そこそこそこそ。そ確かに。そこからはどれくらいかかったんですか。そそれいや、一時間。そっか、なら二時間ぐらいかしら、ね。五時半、六時半、七時ぐらい。七時ぐらいかしらね。で、七時ぐらいに、もう疲れ、もう無理だと。<laughs> <laughs> そりゃそうですよ。二時過ぎから運転してんでしょ <laughs> 運転する前に、俺は十二時間歌っとんねん。そうだよね。<laughs> ね、何してんのにさん。ん <laughs> それでもうあのコンビニの駐車場に止めて、うん、あの近くのホテルとかあもうお送りしてからそうそ,うそ,うそ,うそうさんまで,で日光だからさ、うん、観光地だからホテルいっぱいあるじゃない,はい、はい、でなんか話によると鬼怒川温泉も近いっていうしうあ温泉 良くないってああ疲れた体をそう癒すのにはよくな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 いって思って <laughs> それでちょっとそ,その辺にあの、まあ、着地普通だとチェックインね午後2時とか3時とかだけどなんかちょっと泊めてもらいたいし、うん、温泉だけ入れてもらいたいしないもんかなと思って、うん、いろんなあの有名ホテルだとか、はい、そういうところに片っ端からこう電話して、はい、それでちょっと今から泊まれないですかねみたいな、うん、いくつか聞いたんだけど温泉施設とか。うんうん スーパー銭湯っぽいものとかあとそういうホテルとか旅館とかいろいろ聞いたんだけど全滅であそうもうね2三3 0件電話したんだけどえそんなに夏休みだしね混んでたのかもね部屋が長いっていうのもあったかもしれないし一軒一軒超むかついたのがさです言えないけど鬼怒川の言っちゃうんですかちょっと気をつけてください言わないよ言わないよねあの <laughs> <laughs> そこがさ,さ、うんうん、もう朝電話が来てもう腹が立ってる感じだったの何で何かねなんか機嫌悪そうだなと思った何か徹夜明けとかだったのか、ね、なんかね黒木の人がそうだったのかもしれないけど<あ>はいみたいな感じで出なくてあそんなテンションでそれまでは「はいお待たいたしました鶴岡観光ホテルフロントでございます」とかなんとかそういう、ね、まあ接客の感じの感じでねであのそういうところでも「あのあの、すいません例えばの前日の分もお部屋お部屋満室でございましてあの次の チェックインがあの午後2時からということで、それまでちょっと、明日になると、その2時からのチェックインでお部屋が空くんですけれども、うん、あの本日満室でございまして、ただいまもしも、もしもお部屋が空いてれば、うん、あのご利用いただいて、えー、そのままあのお泊まりいただくということも、まあ、あのできなくはないんですけど。 ですね本日は日曜日のまでお泊まりになられるという方が結構いらっしゃるもんですから本日満室でございましてもうだめだって。でもそういうふうに言ってくれたらありがたいじゃないなんかそうするとなんか「ああじゃあすいませんまたいつか利用させていただきます」みたいな感じで「あいすいませんどうも」って言う感じでんかだけどそこの一件もさ最初から機嫌悪いねんはい。 あのー、いすいません今今ですねここ日光のほうにちょっと車でちょっとやってきてちょっと今からちょっと眠れるところ、えー、ちょっと休めるところ探してるんですけれどもっはいどうぞ休んでください」みたいな「え何それそういう感じなんで<え>そういう感じなのも最初からどうぞどうぞ」みたいな感じで「うん、あのあじゃあ今からちょっと大丈夫ですかね?」ちょっと 今から、<laughs> はいあのあの泊まったりとかっていうのはできますかね。今夜のお泊まりですね。はい、部屋もじゃあの,あ,のありますから大丈夫ですよ。あ、本当に今から行って大丈夫ですか？今からですか？<laughs> チェックイン午後2時になってますのでその時間でお願いできますかね。 今行ってちょっとあの横になるとか,なんかあの本当にあのちょっと、うん、ちょっとロビーで休んだりとかあともし温泉入れたらみたいなその夜でも結構なんですけれども今からお部屋を取ろうっていうことですかね <laughs> ああもうはいあのそれでも全然あの構わないんですけれども、えー、チェックアウト10時になりますけどよろしいですか いや、10時だとあと2時間しかないので <laughs>、うん、あのそのまんま、あのその2時間止ま,止まった分があの翌日あのもう1日分加算されてもかまわないのであのそのまんま止めていただくみたいな10時でチェックアウトは決まりでございますので <laughs> で,あのでも、2日 <laughs> 2> 止まったりする人もあのいらっしゃいますので、ね、ご予約があれば。<い> <laughs> もうそれでもあのあ、すいません、もう、あのはいあの、また今度、<laughs> わあいろんな人が、きっとね、タイミング的に、ね、時間的にも問題があったというか、まあ、こっちが非常識なんだろうね、きっとね、こちらが非常識なお願いをしてるんでしょうよ。<laughs> <laughs> それでもそうんでも、ね、そう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 あとほらまあ朝7時から電話にも出ないようなところとかも多くてさああそうそうなんだそ,なでそれでだけど車でいても,もう腰が痛くてさ長時間の運転でそれで、うん、あの車でそうやって運転してるとトラックの運転なん,ちゃんか分かるだろうと思うけどどんどんあの足にこう足がむくんでくるのねはい、はい 足の方にどんどん違いいくもんだから横になってないからずっとなもんだからもうしんどくってで腰も痛いわ眠いわでさでも朝7時になって車も増えてきて今から帰ったら絶対渋滞もしてるしどうしようかなと思ったんだけどまあとりあえずもう,もういいあのここにいてもなんかもうなんかどの人も無理っぽいから。<laughs> 最後にさっきその不愉快な電話になってもうもういい日光なんかもういいもう来ないから日光なんて僕は全てがそうじゃないですよ日光でもいい人はいます。日光のバカ野郎ちゃんとした時間に来てください日光それでもう諦めて帰ることにしたのではいでも目もかすむしさ寝てないまんま帰ることにアでたのっと やっそりゃ寝ちゃうでしょ仮眠を取りながらだじゃあでも椅子も倒さずそのままでもう,はそうですかエンジンもかけたままこうハッて気が付いたらハンドル握ったままだ、ね、危ない<笑><笑>それでもうトイレとかで顔を洗ってふさ水でそれでなんとか起き上がって、うん、もうなんとかこのまま行くしかない、うん、そしてやっぱり渋滞しててやっぱりあ時間も時間です 途中で4キロ渋滞が2か所ぐらいあったり、ね、眠くなりそう,、ね、もう腰も痛いしさもしんどいわと思いながらもそれでもあの最後のあの透明に近づいたら池尻のあたりでもまたちょっと渋滞しててね、はい、でそこが結構長くて5 6キロあったのかしらはい、はい、それがしんどかったのよ。 それを抜けたらたらら透明入っもうすぐ、うん、で俺の頭の中では、うん、もううちには帰らずに透明、うん、横浜インターのすぐそばにある、うん、あの僕の仮の僕の第二の住処と言われている「万葉の湯」っていう素晴らしい温泉施設があるじゃないですかよく西ラジナッとも香りと一緒にいたりしますけど。えーえー スーパー銭湯というか湯代わりの温泉をわざわざ運んできて使ってるそういう温泉施設でそこに部屋もあったんだよねそうなんですね空路使ったことないけど部屋とか今まで使ったことないけれども食べるものもあるし使わないけどエステとかいろんなすごい充実してるんですよね赤塗りやらないやらねいろんなのがあってでも帰ったらもうすぐ家に帰らずすぐもう透明の横浜インター降りたらもう万葉の湯に行って。 あのー、ゆっくりちょっとさせてもらおう,うん、うん、あわよくば部屋でも取って、うん、ちょっと横になってそのまんま寝かしてもらおうって思ってそれ、うん、で「万葉の湯」にもうたどり着いたんですよやっと、はい、それあれがもう午後だったねえー、お昼過ぎあそう6時間以上かけてトータル町田を出てからそれこそ十何時間って感じ <laughs> <laughs> 10時間ぐらい経っててる <laughs> 何ししんでしょうねところがさその万葉の湯行くとさ、うんあのー、受付行くと「ああどうもいつもありがとうございます」っつって迎えてくれるわけよ。出たすっかりお得意様、ま。ほらね。さんになってもう本当にしょっちゅう行ってるから「うん、あのー、あどうもいらっしゃいませ」みたいな「いつもありがとうございます」うん、すいませんちょっとあのー。 部屋とかって今ないすあのお部屋の方ございますよあの少しお休みにな,なられる感じですかね、うん、から「そうですねあのお部屋で少し休んだりお風呂入ったりとかできて休めたらいいなと思うんですけれども」って言ったら「ああそれでしたら、あのー、露天風呂付きのお部屋もございますけれども」そんなとこいいんですかそんなとこにそんなとこに泊まらせてもらっていいの僕みたいなもんが」。<laughs> いいんですかねえあの,夜あの空いておりますのでよろしかったらどうぞ時間って今あの泊まりっていうのは可能泊まるっていうことができますかねって言ったら、うん、あのああ宿泊の場合はあの一応チェックインが5時から夕方 5, 5時からってなってますので、うん、そうですねあのちょっと一応まあ 休憩っていう形であの3時間か5時間のパックがございますので<う>そちらを利用していただいて、うん、えでもしあのそのままお泊まりになられるようだったらあのえお部屋からえお電話一本いただければ、うんえー、少しの深夜料金いただくプラスしていただく形でお泊まりもできますのでそういう形でよろしいでしょうかありがとうございます, <laughs> すいませんと思っそんなにいろいろしていただいて僕みたいなもののために <laughs> 本当にすいませんいいんですかち <laughs> ちょっとちょっとぽっちゃり してますけど、いつかね、<laughs> みたいな。ぽっちゃりは関係ないんじゃない。<laughs> それで、まあ、案内された部屋が、本当いい部屋。ええ、写真、あの、ツイッターにアップしてたじゃないですか。うん、そう。もう、本当にお部屋、普通のもう、旅館みたいな部屋に。旅館みたいなお部屋、本当に綺麗で。えそれで、露天風呂も、お部屋についてるんですか。ガラッと、そうやって、バルコニー側の、うん、あのー。窓というか、ど、窓、なんて、なんていうか、ドア。ド開けると。というか、ガラスを開けると。 つ壺湯みたいなさ、はい、2, 2メートルもないけど1 5メートルぐらいあるのかな直径がはい、はい、そのぐらいのお風呂があって、えー、でその向こう側がまたベランダでこうち,ょちょっと庭みたいになってて箱庭、えー、みたいになってて、えー、露天風呂だいいでしょうもうそこでうわす、うん、救われたと思って。<laughs> これでもうなんか 今週末の怒涛のような日々をここでもう一気に、うん、ここがゴールドもうなんか、うん、なんていうんだろうなつらいあの、ね、悟空や五条との旅はつらかったけれどもれでもここで <laughs>、うん、<laughs> たありがたいお経を手にして、うん、これであのやっと仏様にも、うん、<laughs> 使える身として成、うん、仏することができるわっていうぐらいの <laughs> そんな三蔵奉仕のような気持ちだったのよ。うん もうなんかありがたいわね本当にね人の温かさってね万葉のゆみんなあの行って <laughs> 行ってっていいとこだから <laughs> いいとこだからまあそれであのー、たどり着いてさ素晴らしかったですよ本当にだけどもね、うん、あのテレビドラマとか、うん、あ時代劇とかかなよくあのー、必ず定番でさ、はい、あのー 1> 安心してこう1対11人のヒーローと何人かの悪役がこう戦って全員やっつけたなと思ったら次の瞬間に1回やっつけられたはずのやつが後ろから「うわー!」って来てろ「危ないろ!」って言ってこう。 <laughs> あれその話 <laughs> <で>さっきも聞いただその話をしてるんですよ今。えあそ,あそこに戻るの <laughs> っていうことがあると思うんですよ定番じゃないですかそれいろんな西部,西部劇でもヒーローものでも刑事ものでも油断する、ね、必ずるす最後まで油断するなっていうそういうお話を今してるんですよ。 あ、そうでしたか。四十分以上かけて。だいぶ時間経ちましただいぶ思ったより時間経て経っちゃってますよ。もう今週もちょっとごめんなさいね。先にややまちゃん、えそれでそれで。メールが紹介しきれなくてごめんなさいね。早いな。それでさ、あのもうすぐ入りたいじゃん。入りたいですよね。もう足もだってもうパンパン。もうなんか衣装日逆さまにしたみたいな感じになってるのも荒れてでむくんじゃって。 <laughs> それで早くお風呂入っても癒されたいと思ったんだけど、うん、あのそのつぼ湯っぽいその浴槽の右側にシャワーがあるのね。うんはい、でシャワーはねあのヘッシャワーのヘッドを取り外すと、えー、左側が温度調整の、はいえー、ダイヤルみたいのがついてて、はい、で右側がこう何て言うかなレバーというかポチッとこう押すと。はい レバーをガチャッと下げると、うん、ジャーッと出て、うん、しばらくすると止まるでまたガチャッとやるとバーッと出てくるありますよねそういうシャワーがついてて、はい、でふっと見たらそのつぼ湯の横のところにこうお湯が流れてくるような、うん、あのお湯を注ぐようなね、はい、口があるんだけどその近辺にお湯を入れるあの蛇口とかがないわけ。 あ、ジャッというかこうそばにひねるお湯をひねる口みたいのがないの？はいはい。えどこからこ？だけども普通さ、うん、シャワー近辺にあるじゃん。まあまとまってありますよね,ね。まあ俺はユニットバスでしかほとんど暮らしたことがないので、<laughs> <laughs> それ以外のシステムも知らないんだけど、はい、これまさかシャワーヘッドをここに入れてこうやってお湯出すんじゃないよな。でお湯を注ぐ口があるから、うん、そこから出る。なんかあるはず。あそうしたらそのシャワーの横に、うん、あの。 いかにもこう蛇口っぽい手で回す感じの日本人が見たらあここを回せばお湯が出るなって10人が10人みんな思うようなのがあったのよ。ああたたたと思ってそれガチャガチャっと回してジャッと出てきたのねそこの口から。で入り始めたからよしこれでいっぱいになったら次に入ろうと思ってもうすぐ全裸になってそれでちょっと足筋伸ばしたりなんかしてもうもうね足があの。 足腰がもう本当につっちゃいそうなもう痛くってそれでもうふっと見たらもう半分ぐらい入ってるからもう,もうい,いやもうとにかくまずあの体洗うのとかあとにしてとにかくあの使ってちょっとゆっくりあの足とか伸ばしたいわと思ってで片足入れたら思いっきり水で「え水滑らん!」ってなって「滑たいってなって。 うん、やったことあるかどうか分かんないけど、うん、足がそうやって疲労した状態で冷たい水なんかに浸かるとつ、うん、るのよあ痛いすっごいつってしばらくその浴槽の周りをのたうち回ってって、うん、<laughs> 痛い痛い冷たい痛い痛い冷たい,冷たい,冷たい痛い何 <laughs> やこれどっちみたいな何 <laughs> やこの最後の罠はみたいな <laughs> あお湯じゃなかったんだ水そちっちゃく上にシールで、うん 加すあの加える水と書いて「うん、加水」って書いてある書いてあじゃん <laughs> そんなんだって絶対これひねったらお湯が出る感じだったもん <laughs> ああよく見てなかったんですねそうそれで全部水だったそれは水を加えるようなやつだった、うん、お湯がかった時にねはいはいはいどこだどっかからお湯が出るじゃあ,じゃあお湯はやっぱりなんだこれはシャワーから、うん、シャワーのヘッドを突っ込んで、うん、あの出すのかなって、うん 思ったんだけどふと見ると、うん、そのシャワーのヘッドの右側に、うん、右側要するに壁で、はいえー、そのガラスとがある側の壁なんだけど、はい、そこにね本当に普通の電気のスイッチぐらいの白いスイッチがあって「うん、押す」って書いてある、ね、お<う>でふっと見たら「お湯」そんなとこにボタン一つでお湯。あっそうなのね今はね。<laughs> ボタン一つでお湯が出るのね回したりとかこうしなくてもね回したりひねったりとかいらないんやねそれでもう水抜いて抜き終わるまで待って全部抜けたところでまた戻してちゃんとそういながらもストレッチしてんですよ痛い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 ってっからねそれでそのお湯っていうお湯のボタンを押すってこう押してそしたらそっからジャーッともう湯気も出てるしあお湯出たよ持思って。 でよし、これでオッケーと思って、で、ストレッチしてたら、うん、なんかね。すぐ止まっちゃうのお湯が。三十<あ>秒ぐらいピタッと止まって。三十秒?まあ。そこら十センチぐらいしか止まってない、ね。止まらない。うん、ふよ、全然止まらへんからね。うん、また、また、また、冗談ばっかりと思って、このボタンを押すと。<laughs> また三十秒ぐらい止まるのよ。ええー、何それ。で、二回やると、まあ、そこそこ。二十センチぐらいはこう。う足湯ぐらいにはなねこれじゃ、きっと段階的に、この辺で足湯。 半身浴する人はあと回そういう感じかなと思ってそれでもあと1回か2回か押して、うん、それでまあ半身浴ぐらいできるぐらいにまとりあえず足をつ、うん、った足を温めたいので入れたら「熱いなんのって熱湯なの!<笑><笑>」って言って「うそうそう熱い熱い嘘みたいに熱い!」って。 またしばらくその周りでのたうち回って暑 <laughs> いよ何なのこれだ,だってそのボタン以外温度調節も何にもないんだよあるでしょだってシャワーだったら温度調節の横とレバーがセットでしょあのさ出るのとえる水 <laughs> そうなんだ,よ、ね、<水>だから、うん、そっちでお湯を出して加、うん、水を出しながら両方でいい温度にして調節しろっていうことなのかなってそれもどうかと思うよ <laughs> だってそれもさ温度調整はこういうふうにしてくださいとかさ、うん、書いてあればいいものをさ、うん、で結局まあもちろん中には実はあったの後からえどこにそれでねどこにあったの <laughs> <laughs> でそうやって俺はちょっとお湯を入れてそこに水を加水して、うん、ちょっとお湯,のお湯加減こうやって見ながら、うん、あのやってそれでまあんとか入れて、うん、それでやっといい温度になってやっと入れたんだけど何だった今の上島竜平みたいな下りは。<laughs> 誰も見てないところで, <laughs> でか俺は出川哲郎かみたいな<うん笑>このくだりいらないのにって思いながら、うん、まあそれでもまあいい温度になって、うん、で中に入ってこうくつろいでてそれで上がってあそれでこれであのちょっと一つ少し横になってごろんってして休もうって思って振ってみたら部屋の中にあのボタンがあって、うんえー。部屋の中にお湯張りって書いてある <laughs> <laughs> えどういうこと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 ,どういうことちょっとちょっとえ何何何 <laughs> このマドキラにあるお湯張りボタンって何何何 <laughs> そしたらそのお湯張りボタンの下にこう、うん、お湯の入れ方っていうものすごい親切なこう写真付きの説明書きがあって、はい、あのお湯張りボタンを押しますでそうすると数分であの浴槽いっぱいになりますので、うん、お入りくださいでもしあのあのぬるいなっていう場合にはあの こちらのお湯というボタンを三十秒で止まるように。そうそう。押すと三十秒間温かいお湯が出ますので、うん、えそれで温度の調節をします。熱い場合には、うん、えこちら加水という <laughs> えあのこのあのものをひねっていただくとあの水が出ますので、<っ>それであの温度の調節をしてお入りくださいっていう。調節用のボタンだったんね。調節用のボタンだって両方とも。どっちもね。だからすごい親切なことに部屋 部屋からベランダに一歩も出ずにお湯が張れるっていうそういう親切なものすごい親切なシステムぜひ皆さん万葉の湯をご利用いただきたいと思います。 せっかくの人の親切を無駄にしてしまうこともあるんですよねこうやってね,ね<ー>中にいてそれを最初に押せばいいのにうも,ういもうそれよりも外に出ちゃったんだねもう最初外に出ちゃったそらうそうそうまずは水を張り <laughs> はい、はい、次に熱湯を張り <laughs> <laughs> そしてその熱湯と水で調節しながら満タンにして中を見たら <laughs> お湯張りっていうボタンがあった、ね、一つ覚えましたね覚えたね次回からはじゃあ <laughs> そう 外に出ることなくお湯が貼れるというね、うん、便利ね、世の中。ねえ <laughs> 今そういういものですよ,、ね、さ分,かんよ分かるか、お前、絶対同じことしたやろ <laughs> や絶対俺と同じ手順を踏んでたはずや私は私は一回でお湯張りボタンを押したと思うよ。<laughs> つはもう <laughs> <laughs> 最後の最後でそんな目に遭いましたけど、うんまあ、でも気持ちよかったそうなんでお風呂はそれでもう丸一日暮らしちゃいました、うん、そこで。止止ままままっったたたんんでですもんね結局そう朝,今朝,の朝8時半い だからあそこご飯食べるとこもあるし食べて、風呂入って寝てテレビ見てあっはっはっていつまにかかって寝てて起きて、風呂入ってか食べようかなって食べに行って帰ってきてお風呂入ってテレビ見てこの時と見てあっはってテレビ見て寝てしまってっていうのをずっと繰り返してうわんかでもちょっと幸せですね幸せだった78回入ったと思ううわそんなに いいですね露天分を。もうそれですっかり、立ち直りました。もう体もすっかり。よかったですね。ねうん、結果的に、まあ、万葉の湯にいればよかったっていう話ですけど。<laughs> 遠くまで行かなくても、温泉入れたねっていう。ねはい、まあ、結果的に、今度鬼怒川温泉に行ってみようかななんて。うん、<laughs> リベンジですね。リベンジしてみようと思います。予約をしてから伺おうかなて。そうね。予約をしてからですよ。 あというわけでしっかり回復した西さんが、はいえー、今日はあの喋りすぎですねそうですね自分的にはあの完全に30分以内に終わらせようと思ってた話が <laughs>、うん、結局こんな時間になっちゃいましたも53分とかですよねはい、えー、皆さん本当に今日はすいませんでした <laughs> <laughs> それじゃあ、えー、今週もですね皆様からもうすでにたくさんの投稿いただいておりましてそうですよいっぱいいただいてますよ、ね、先週もちょっと紹介しきれなかったんでね、うん、でも今週ははいもう,も,うもう残りの時間で もうものすごいスピードでものすごい紹介していくので一つよろしくお願いしますよろしくお願いします有名市本線日本海こちらの方は今週は夏祭りの有名市今もう夏休みね開催してますよいろんなところでなかなかねもう今行かないという人もいるかもしれませんけれども当時の思い出なんかも含めてね夏祭りの定番の有名市を送っていただければと思いますえそれから新コーナーで好評で最強タッグ決定戦でこちらも だいぶ皆さん面白いネタ攻めてくるようになりましたね。そうですねそれからもう一つの「そっくりさんいらっしゃい」のコーナー、はい、こちらもだいぶいい感じで面白くなってきましたね、はい、皆さんねさすが勘がいいねみんなね、うん、もだいぶ難しいコーナーだと思ったんですけどもそして、えー、そのままあの先週もちょっと紹介しきれなかった小さなやった小さなイラを送っていただく、はい「やったーかんとイラッタハウス」はい、こちらの方もあの募集はしてますけれどもしてますよ。あの <laughs> 三週分貯めないいようにしたいです,そ,うです、ね、そして何だか人生の中でいつもこういう目に遭うなという定番の、えー、法則を送っていただくコーナーそういうことになっている、はい、こちらの方も募集しておりますので、えー、どんどんメールを送っていただきたいと思いますこの後頑張ってガンガン紹介していきますよ。はい、ということで全てのメールのあ先は fmsagami.co.jp F co. ですはいファックスでもおお待ちしております,ですはい、皆様からの投稿をこの後もガンガン紹介しますのでねどんどん送ってくださいお待ちしてまーす ニシペディアリスナーのサムソンさん限定で毎週相模原町田の様々な情報や施設をご紹介しているニシペディアでございますサムソンさん今週もありがとうございます、えー、今週ご紹介するのは横山の道これは町田市八王子市多摩市川崎市麻生区にまたがっている。尾根緑道の遥か北側に横山の道というのがあります 町田市と八王子市、多摩市、川崎市、麻生区との境に位置するこの道は奈良時代に東国各地から兵士たちが府中の武蔵国府に集められそこから祭国のある九州太宰府などに送られてきた送られてきたそうです多摩丘陵の見晴らしの良い場所で遠く祭国での戦いに身を投じる兵士たちの愛する家族やふるさととの別れを惜しんだ場所とも言われています。 そんな道があったんですね。そんな歴史のある道があるとはどんじんあげませんでした。サムソンさん、今週もありがとうございます。ふつおたどんどんご紹介していきましょう。中目黒の黒助さん、先週は誕生日メールやふつおたにまでたくさんの西ザブ並びにフルザブをありがとうございました。西ザブフルザブはそれぞれで、ね、リスナーの皆さん自己管理で申請していただいて、10枚単位でプレゼントを差し上げております。えー、誕生日1人じゃないよ。西ザブフルザブが西ザブ100枚超えフルザブ20枚となります。 いろいろお気遣いいただきましてありがとうございましたこちらこそありがとうございますこれ香里に渡しておきますねあとでメールのチェック用に、えー、それからねトリモン団長先ほどのああのー、あれね、十時にやっていたコンセイソンさん番組で、うんえー、電話出演してましたね えー、初めて FM 相模の番組で電話ででしたが登場してしまいましたリスナーさんからも嬉しいコメントをいただいて嬉しかったですもしかしたら西さんもかおりんも聞いていたと思いますがあれが私なんです今度は相模原に行けるようにしたいなと思いますお二人のライブも聞いてみたいです今宵は月曜日に胃痛を患っているのであら大丈夫ですかネタが少なくて申し訳ないですが録音しながら寝なま,寝ますということすねえ えー、愛知県の一宮からいつも聞いてくれてますトニー南町ありがとうございますよかったですねラジオねこの清掃さんともお話できてえー、ということで <laughs> わずかな時間あのいつもだったらここには最初に一曲曲をかけるところなんですけど、えー、そこも削りましてですね、えー、いつでも多く普通歌を紹介しようということで今普通歌をご紹介しましたさて <laughs> 1時になってしまいます残りの番組1時間で、まあ、100通ぐらいまたメールも来てるんですけれども なんとか頑張って紹介していこうと思います。シーム挟んで普通のターボをちょっと紹介しますね。 日本海 FM 相模ミッドナイトプレミア火曜の深夜お送りしているのは私西健二と古谷香織がお送りする「西ラジ」えー「不動た紹介します」と言いましたけれども思いっきり「有、えー、し本線日本海」をかけました不動太紹介しようかね 新縁と新さんから頂いた仏オた,たでこれ仏オたか、えー、セミがみーみー泣いてうるさいと思い窓を開けたら変な人が木に向かって泣いていたあま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 あ病院行け最近パトカーが来るの多いと思ったを暑さでおかしくなった人がいるんですかね新縁と新さんもありがとうございますさっきとのかみさんから仏オタ突然ですがお二人は帽子キャップってかぶりますか 僕はね帽子はあのー、本当に嘘みたいに似合わないので <laughs> あの昔はなんか大きいサイズの頭まあ要するに頭がでかいからなんですけど頭と顔が、あのー、似合う帽子ってないんですよなかなか。 子供の頃はもちろんね野球棒かぶってましたけど妻がついた野球棒型のキャップですが最近は妻の部分を曲げずにまっすぐにかぶるのがおしゃれらしくまっすぐじゃダサいからと曲げる癖をつけようとした僕は息子に怒られましたしかもバイザ材のとこについてるメーカーのピカピカシールも剥がさずにそのままかぶった方がおしゃれらしいんですヒップホップとかラッパーとかからそのようなかぶり方って来てるんですかねそうみたいですよね最番初のシールも そのまま貼っっとくんですって時代が変わるとさあ T シャツの裾をインしたり出したり変わりましたからねさすがにバック・トゥ・ザ・フューチャーバックトゥーーザフューチャー2みたいにジーンズのポケットを出す未来は来てないけれどバック・トゥ・ザ・フューチャー2の未来の世界って確かにバック・トゥ・ザ・フューチャーなん2013とか201417その辺りだっていうのは気がしますよね。 えーまあ、そういうファッションも変わりますよねいろいろねもう今なんかあのー、もうパンツっていうじゃんズボンって言わないねパンパンツなんだかパンツなんだかおじさんには分からないよ <laughs> パンツに合ってますねそのパンツいいっすねって言われるところ、うん、んで分かったのなんて <laughs>、ね、女の子に向かってそのパンツいいねなんて俺絶対言えないもの <laughs> そんなことはいいや 帽子も、ね、似合う人はいいですけどね帽子似合う人っておしゃれな人ですよね、えー、有し本線に行こうと思います <laughs>、えー、今週は、えー、夏祭りの有しね、えー、常磐特会さんから頂きました「夏祭りに金魚すくいをするのはあり結局すくったのに育てずにすぐ金魚が死ぬのはなし」それはなしよねまあでもそうやってあのー、命のね大切さとかを えー、知っていくっていうきっかけにもなるとは思うんですけれどもねもう一個夏祭りに女の子が浴衣に下駄を履くのはありその下駄に履き慣れずに転びまくるのも可愛いのであり可愛いよね上手に歩けないことがね今あんまり下駄なんかもう履く機会ないですもんね下駄多分履くたびにあれじゃないですか豆、えー、ができるんじゃないですか、えー、常磐特価さんありがとうございます、ね、西沢文を <laughs> シサップを差し上げますと、えー、塩けさんありがとうございます昨日お疲れ様でしたね本当に、えー、金魚すくいをするのはありすくった金魚を皮に捨ててしまうのはなし金魚って皮、皮じゃ生きていけないよねきっとね普通の淡水じゃない、淡水なのかなえー、っと <laughs> かき氷を食べて頭がキンキンになるのはあり浴衣のお姉さんを見てあそこがギンギンになるのはなし下ネタはみんな慎重にね西澤はあげるけれども設中庵さん タイの山岳少数民族を訪ねるトレッキングで民家に泊まったら夜遅く歌声が聞こえてきた行ってみるとガイドブックにも載っていないお祭りに出くわしたのはありすごいですね焚き火を囲んで踊っている若者に混じって踊っていたらどんどん男性が女性を引っ張って闇に消えていきあとには微妙な雰囲気の残念な人たちが残った <laughs> 男女の出会いのための祭りだったのはなし <laughs> ないやこれありありりだねこれは貴重な経験じゃないですかでもどこでもそういう <laughs> ねそういうなんか婚活パーティーみたいにあるんですねえー、さすが C&C エンドはじゃ,あじゃあン折さん貴重な体験していらっしゃるそして C&C さんえー、<laughs> 相変わらず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 なんでさらっといこうと思いますが「人混みでにぎわうのはあり」 人がいなくて静かなのはなし喧嘩でにぎわうのはありお巡りさんが来て静かになるのはなし涼しい感じの出店はあり妙に暑苦しい出店はなし玉を当てて商品をゲットするのはあり実弾が出て人をゲットするのもありあるか <laughs> ないよ実弾とかないからね えー、朗読者さんから頂きたい朗読者さんもあのお越しいただいてねありがとうございました、えー、祭りの後の寂しさはあり後の祭りのいやな感じはなし祭りの後の後寂しさみたいの好きでねあのお祭りのあった翌朝朝あの日の出の4時から5時ぐらいの時間にお祭りがあったところをね散歩したりするのが好きでしたなんでしょうねあの 昨夜の喧騒がまだ風景には残ってるんですよね。ゴミが多かったりね。あともう一個、アワオドとかよその祭りを持ってくるのってあり？三泊くらい離れてると逆に終わり。そうね。やりやりサンバカーニバルって言えばね、浅草なんかでは有名ですけど、最近あのー、それこそ南橋本のイベントでもサンバ来たりしますからね。そういうのもいいんじゃないですかね。そういういろんな交流ができて。 ザカさんからいただきました祭りの夜店で旅,や旅歩きはあり帰りすぎて帰りの電車シまで使って歩いて帰るのはなしナシナシあのこれでも大人になってもちょっとあのー、夜店でね無きになっちゃう時ありますよね <laughs> もうなんでしょうね射的みたいのとかちょっと無きになってつ突き込んじゃうっていうのありますよね、えー、ザカさん西田部。 差しまますアセロラさんからいただきましたお祭り終了時間まで楽しむのはありお祭り終了後露店のお店からかき氷などタダでもらうことを企んでいるのはなし,なし,なし子供のはちょっと考えそうですけどねえ次りんご飴を買うのはあり毎年最後まで食べきれないことを学習しないのはなし 結構りんご丸ごとだから甘いし量があるし案外子供にはちょっとヘビーですよね悩み切れない人は多いんじゃないでしょうかえー、っと浴衣で張り切っていくのはあり張り切りすぎて浴衣がはだけて直せないのはなし個人的にはありでもいいけど俺もありでもいいな少しねなんかこうはだけてるぐらいが ね、いいですよね素足がちょっと見えたりとかするとなんかワク,ワクワクドキドキですよねサムソンさんからいただきたいこれに、えー、リスエスさせて頂きますサムソンさん祭り屋台で食事を楽しむのもあり後になってお腹壊すのはなし,なし,なしあのね冷たいものをつい調子に乗ってね食べたり飲んだりするとお腹壊したりっていうことはありますよね、えー、お塚川さんから頂きましたカップルで並んで 周り歩くのはあり一通り回った後に家かどっかで夜の営みをやっちまうのはつけてるもんつけてればありまあお祭りのそのね夏の雰囲気とその浴衣の雰囲気に押されるっていうのはあるんでしょうけれどもつけ,る、まあ、つけるもんつけるのも大事ですよ。えー、っと9時に挑戦するのはありでも結局ハズレしかないのはなし。 クジ <laughs> ってでもそういうもんですよ大人から見るとね子どもの頃あんなにムキになったけれどもあの欲しいものなんてあ今だからコンビニでも結構ねいろんなもの,あのプレゼントがくっついてくるのありますけどあのだってコンビニのバイトの子でそういうのが好きな人がいたら先に持ってっちゃうでしょ。<laughs> <laughs> したらね そしたら、外れくじみたいなのしか残ってないんじゃないかななんて思ったりもしますけどね。ちたたかさんからいただきました。露天のくじ引きで特徴が当たるのはあり。当たりくじ,りくじが一つも入ってないの話。今と同じような感じですかね。ちょっと違うか。くじ引きね。今朝,のそういう今朝,今朝でしたっけそういうニュースやってましたよね。テレビでね実際にあの刑事が なんだっけ9時100枚引くのを全部チェックしてて一つも当たりがなかったみたいなそれチェックしてるのもチェックしてた刑事さんもねお前何やってるんだろうって思わなかったはずだえー、っと中目黒の黒助さんからいくつか頂い,いてます「盆踊りを踊るのはあり酔っ払って裸踊りをするのはなし」。 これドン引きですもんね神社の境内の出店でヨーヨー釣りをするのはあり楽しいよねヨーヨー釣りねこれもつぎ込んじゃうんだよな後輩たちから小遣いを釣り上げるのはなしかつあげみたいなことですかねなしなしこれうまいですねえー、草木との神さん 夏祭り浴衣姿で神社の境内の裏でキスするのはありその時ひょっとこのお面かぶったままでキスはなし <laughs> ひょっとこのお面とキスするのは嫌よそりゃ嫌よえっと、うん、続いてはどうしようかな青鬼さんから頂い,いてます 夜店を楽しむのはあり新た国当たりくじを入れてないのはなしこれやっぱタイムリーなんだね<シ>今ね<シ>それからさすがミュージシャンの青鬼さんジッタリンジンの夏祭りはありホワイトベリーの夏祭りもうーん,うーんまあありでいいかな若い子たちでしたからね あ,あえてコメントせずあそういえば今度の8月の来週の日曜日か8月の4日、えー、また有吉橋本で、えー、この間ねあのあれ3月にやった、えー、神奈川県大会のハイスクールバンドバトルありましたけど今回はその決勝なのかな首都圏大会みたいなのがあるそうで、えー、そちらにまた僕も行くことになっております。 細かいこと聞いてないんですけどまた何か審査員的なことをするのでしょうかえそんな予定になっておりますのでよろしかったら日曜日ありは橋本え遊びに来ていただければと思います小洗さんから頂きました「仮面ライダーやスーパー戦隊のお面を売ってるのはあり能面しか売ってないのは怖いからなし」怖いよそれ。<laughs> <laughs> お面もねなんであんなお面を持って帰ったんだろうって後になって思うような、まあ、ありますよねすぐ割れちゃうのにね、えー、<laughs> これもセクシーでいいね神社の参道が出店でにぎわってるのはあり建物の裏でお魚なのはなしこれはありありありにしよう <laughs> なんかこうお祭りってそういうイメージありますねちょっと。 まあ、あのうまくいく恋愛だけじゃなくて振られちゃうこともあるんだろうけど、えー、オードリー・ヘップバーンさんお祭りの露天の射的で落ちている孤独ク製の球を拾っておじさんに見つからないように撃つのはありでも見つかっちゃって払いせにおじさん撃つのはなしだめでおじさん撃っちゃうずる <laughs> したらね怒られちゃいますよねそれはね <laughs> 露天の人って怖い人多いもんね <laughs> あの あの他にもなんか来てたけど結構怖い怖いていうかヤン,キーヤンキー丸出しな人とか多いですよねえー、っと,普通ともあ、まあ、結構い,ただいてるんですね <laughs> さっきあの面白い JAXA、えー、の特番宛てに面白いメールをたくさんくれたサーキットの神さん「JAXA の番組で日産途中で飽きてる感じだったか」。<laughs> <laughs> たくさん質問メールしたんですよ。暴走気味の JAXA の先生たちの対応に困る日さんが笑いました。<laughs> いや先生たちは本当に面白かったですよね。あのいやいや僕はあのとっても楽しんでましたよ。あの特に今年は本当に楽しかったです。え知、ー、大大きさん。 香昨夜は楽ししいい収録ありがとうございました昨夜の『ミュージックボックス』の公開収録ねあの会場にお越しいただいたようでありがとうございました写真もねアップしてくださってすごいかりのかわいい写真がアップされてたのねうん。 本当は日曜の歌声喫茶にも行くつもりだったのですが、日曜の朝、急に撮影の仕事の依頼が入ってしまい、お邪魔できず残念でした。まあ、月曜日は天気が悪かったので撮影の仕事も中止になり、公開収録にはお邪魔できてラッキーでしたけど、昨日の紅茶の魔法、良かったです。録音してほしい曲だなぁなんて思いました。ではでは、これで全コーナー完全投稿完了。ありがとうございます。えーね、わざわざミュージックボックスの公開収録でもありがとうございます。 カオリの紅茶の魔法好きっていう人も多いねいつか音源化されるといいね <laughs> えっとようやく戻りました結構メールがてたくさん来てたっていうことかしら <laughs> まあね西さんがいっぱい喋ってたからねその間にたくさんメッセージあ <laughs> メール来てましたよそっか、はい、ごめんねいくら送ってもらってももう間に合わないから <laughs> そんな <laughs> 頑張りまだ頑張る、はい、まだ頑張るからまだ頑張るからえー、クラップ屋さんから頂きました、はい えーと、えー、と昨日収録会場に来てくださってた西さん、かおりんさんこんばんは。にしさ,さ, <laughs> さんリフレッシュされたそうであれ昨日のミュージックボックスにいられてなくて心配しました、うん、昨日のツイッターのユーストリームで見ながらツイッターでちゃちゃ入れてたんですけどはい、はい、今日う西さんいないんだけどとすごく申し訳なさげにかおりんさんから伺いました。

今夜も生放送で行ってしまうかもしれませんが楽しい放送にな、ね、りますことありがとうございます何このなりますことをっていう。<laughs> 願ってくださってるってことでしょパウリンに顔を覚えてもらえたようですがしかし名前を呼ばれないから分かってくれてないのかしら、うんえー、分かってますよ名前がうんクラッピアさんねクラッピアさんはい。大丈夫です覚えてますあのおでこに書いておくといいですよクラッピアさん <laughs> あの、前はね、あの、今でも、そうなんですけど、よくリスナーさんに会うときに、あの、うん、ネームプレートみたいなのをねあ。そうですね。あの、渡してあげたりとかして。ね、そうすると、リスナーさん同士もね、あ、あなたが何々さんだね、なんて、分かったり。するんで、うんそういうの、また、あの、も、もしかしたら、クラップ屋さん持ってないのかな。あ、かもしれない。ね、今度、今度あげますね。うん、なんか。もう、最近、みんなもつけないけどね。だんだん、こう、顔見知りになって。くると <laughs> みんなその顔見知りだけになっちゃったから。<laughs> うん、ね、また、そうやって、あの、輪を広げていきたいと思います。 常磐特海さん、西さん、かおりんこんばんはさて先日私は予備校仲間に親しい友人がおりよく話をします友人は今年の3月より彼女ができたらしくその話題になったのですがその友人は彼女と隅田川花火大会に行く予定でとてもと、うん、楽しそうに話をしていました、うん、しかし今週の土曜日、あのゲリラ豪雨すごかったですね,ね気温も下がり隅田川花火大会も中止。 うん、少し気になり状況をたどってみたところなんと花火大会に行く4時間前に、うん、彼女と喧嘩して破局していたとのこと夏は熱い声が多いとの話ですが私の友人はゲリラ豪雨とともに残念ながら冷え切ってしまったようです <laughs> 何うまいこと言ってるんですかねっおりは学生時代どんな夏の思い出がありますかそ、まあ、それはそれははで青春だだよねね<の>、うん、夏っていうのはうのなんろ特に 男の子はさ、うん、そういうほら頭の中もうセックスでいっぱいじゃないですか考えてることはでそこに女の子があの薄着になるわけじゃないですかそら,そらもうそらもう大変でしょうそういうつもりないんですけどね女子はうっさあほんと男がそういう目で見てるってことぐらいは知ってるはず <laughs> おしゃれです <laughs> <laughs> 知っててちょっと薄いのとか着てるはず。暑いんです。おっしゃおっけ。OK、<laughs> だからなんかそういうのであのー、燃え上がっちゃうと、うん、結局やっぱりなんかあのセックスをしてしまった後は冷めちゃったりするじゃない。すだから目的がそこにしかなかったりするから。 男,男の側の話を今野獣にしきんじゃ俺に個人にするな <laughs> <laughs> その思春期の男の子の話しとん、ね、あそうない一般的な話ですかそう,そ,うそ,うそうするとどうしても「エッチしたい!」っていうのが全面に出てくるからエッチ目的になるじゃないですかで、えー、それで付き合ってみたいなふうになってそれでエッチをして済んでしまうと目的が達成られてあれ俺別にそうかこの子が好きで 付き合ってってて言ったんじゃなかったかもみたいにひどーいでひどーいってなって <laughs> 別れて少したってあれが来ないみたいなちょっと <laughs> ちょっとそれでなんか誰かがあのねヤンキーの友達がいるとほらその男をなんか適当にぶあの。 ボコボコにしてくれた。何、どういう話、それはないよ、西さん。<laughs> それは西さんだけだよ。あれ。<laughs> それでよく、なんか、あの、寒波、寒波とかやってる。やつ、いなかった。<laughs> ないよ、ないない。お、そう。うん。うん、なんか、それが、夏の定番かなって。ちょっとさ、こう、いい夏の、ひ夏の恋にしよう。人と夏の恋ね。<え>そうね。うう先週、やんなかったんですよ、この、そういうことになって。 えー、なので、はい、そういうことになっているのをご紹介していこうと思います。相次、はい、大好きさんからいただきました。えー、番組開始後にみんなで大量の投稿を行うと <laughs> ユースト画面に香りが映らなくなる。あのこの番組始まる前にさっきあの水曜日の爆裂ラジオ特刊の川端義之のさんが。はい いらっっしゃってねててあのツアーに行くんですってね明日の、ね、そうそう放送の直後生放送直後、うん、明日9時から11時までの放送やってそのままツアーに出かけるっていうことで、うん、先にここに荷物を置いてくっていうんで楽器とかね楽器とかね機材をツアー用の機材を持ってって、うん、これをあの明日来ていなくなくなってたら、うん、あの西が盗んだってすぐわかるわけですよね。<laughs> <laughs> です触ったお高いベースとかありますかフットベースとかってねこれ結構売ったら結構売らないでくださいダメですよちょっと触れられないように私が守りますから半年ぐらい暮らせるんでいや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 ダメですよ人のものですからねあそうはいあのそれでほらあそこの番組でほらあの 憲法とか、はい、あのー、放送作家とかもいるじゃないですか。はい、スタッフさんがいっぱいい、ね。いだけど、こっちだと、スタッフいなくて、ね、二人っきりでやってるから。そうですね。なかメール一生懸命読んで、こう、全部したら、おお、人見すんだ。だって、<laughs> そ,う<か>そう、だから、吉本さんは、全部初見でやるんだよ。<laughs> <laughs> にそうそうそう <あっ S 2> 最初に構成作家が、えー、あのメールを分けていろいろ印をつけて、うん、次はこれって出して <あっ S 2> それをパッと読んでいくからね。じゃあ読む順番とかももしかしたらなんとなくこう決まってるのかな先に吉之助さんのところに来るまでの。そうだね俺も今そ読む直前に目を通してなるべくそういう感じで並べ直したりとか。うん 西寺にはそれうそうそうそうとりあえず全部送っとけみたいな,なだからいつもはあの曲がかかってる間にバッと一回読んでるからね、うん、曲が並んでる間にかかってる間にあ「じゃあこの人のからこの人がいて」ってこう並べ替えたりはするんだけど今日、うん、みたいに全く曲をかける気がないっていう日にはもう行き当たりばったりに読んでいくしか。一、うん、<laughs> 回読んでるから大丈夫ですよじゃあそんな行き当たりばったりでいってみよう。<laughs> 塩かけさんからいたただきました 徹夜明けは眠い。そりゃそうだ。中尾さんもね多分。あ,あ、そうだよね。来てくださった方も朝になっからだからね。お疲れ様でした。ありがとうございました。えーっとね、ザカさん、買い物をしてなかなか目的のものが見つからず、諦めて会計を済ますと、なぜかすぐに見つかる。あるよね。うん、電池全然どこ。 この9ボルト電池全然ねえじゃんと思ってレジ済ますとレジのところであのピッてやってる時にーったっつって、うん、電池って割とこうレジ周りにあったりしますよねねえ、うん、C&C さんああザコさんにあげようねあとそうだね塩掛さんにもあげようね C&C、えー、さん見たいと思う古い有名な映画を YouTube で探すと大体削除されてるそうなんだ <laughs> とて DVD かえってかうん <laughs> 今何でも youtube で見られると思うなよなん <laughs> でも見られるよね結構ねでもさこの間、うん、あのちょっとあのファンキー加藤がさあ、はい、あのまあ、ファンもこの間開催したけど、はい、よくファンの人から、うん、youtube でいつも見てますって言われたりするんだって<ー>ぶっちゃけなんか ちょっと複雑な気持ちになるよってこう言ってたけど、そうですね。CD も買わずにさ、YouTube コンサートに来たわけでもなく、何にもお金使わずに YouTube, <laughs> YouTube で見てまーすって言われると複雑だよね。YouTube で見てもらってもアーティストの方には何にもねいいことない。そう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 。だだからこれこれここで言えばさ、<laughs> うん、もしなんか大好きな映画を。うん 作ってその映画監督さんに向かって「あのこの間見ましたよ YouTube で」って言ったら監督は「あそれはありがとう」とは言いづらいよな。そうだね難ん。まあでも見れちゃえば見ちゃうよなっていうところよね。ねまああのそれで映画を見ていいなと思ったらその次回作を映画館で見に行くとかね。 そうね、何かしらあるというね何かに繋がればいいじゃないですか次にねアセロラさん手動で両面印刷をすると2ページ目は1ページ目と上下が逆になるそう,そう、ね、春先に夏までに痩せると宣言してうまくいかないと夏が終わるまでに痩せると宣言がアレンジされている。<laughs> <laughs> 夏終わりには大体自然に痩せていったりするからねそれはあるわ確かにえー、っと「いくら都心でゲリラ豪雨が降ってイベントが中,心にな中止になっても水かめは潤わない、ね」やっぱ地域が全くその水かめのところに雨が降ってないなんていうところもあったりするもんねうんそうか降ってるイメージあるけどねまだでも全然足りないのかなねえ、ね いくらしっかり睡眠をとっていても夏の睡眠は不足しがちであるそうね夏ってなんかほらやっぱり寝苦しかったりねするわえっ、ー、と星座が苦手だからといってふくらはぎと太ももの間に手を挟んでクッションにしていると立ち上がる時に手が痺れている <laughs> これあるね。 やったことあるわ俺も <laughs> え安、ー、永浦さんありがとうございました相模原フロンティアさんからいただきますファックスだねはい。えー、西さん香里さんこんにちは約三ヶ月ぶりの二度目のええー、この番組では二度目の相模原フロンティアです、うん、ありがとうございますこれが弱者の時に、ね、そうそうそう終わ、ね、った後に、ね、声かけてくださってコア <laughs> モテって本気で怖くってかっこよくモテる人だと思ってたで、相川翔三村一樹。 交渉人第1シリーズの1話目の「人質犯人」<laughs> <laughs> などを見て思った <laughs>「こわもて,て」こわ、うん、って言うもんね、うんえー、西わもてしてあげますまたメールくださいねぜひねファックスでも、えー、お待ちしておりますサーキットの女将さん高校生が夏休みの間に「俺絶対チェリー卒業するんだ!」と出会いを求めて毎日のように海に行く 海に行くでも大抵日焼けで体は真っ黒になるが的の下のポニョはかわいいまんま何も言うな、えー、とレンタルビデオ屋さんは誰が借りてもかわいい女の子の DVD は黙っていても借りる若者がいるだろうからかわいい子の DVD だけ揃えればいいと素人は思うだろうがいろいろと経験を積み重ね 年を重ねてきたおっさんたちはほっといたら誰にも借りられないピンポイントなかなりマニアックなものを借りるので店は幅の広い品揃えを要求されることになる森ん何,何を何,何を説明してる <laughs> レンタルビデオ屋ののはなぜ幅広いのかっていう <laughs> 答えをも教えてくれてるんだね。 <laughs> 何も言うな、えー、常磐徳会さん新品のノートを買ってもきれいに書くのは最初だけそう,うそうねこれすごいわかるこれもフルタブ出したお一1ページ目すっごいきれいだっ、ね、私もそういうタイプだった <laughs> 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 だんだんこうだだだんだん面倒んくさくなっちゃうの,の真ん中じゃなくて端っこのところにちょっとメモ書きみたいのが入ってきたりとかねそれを修正するのが面倒くさくなったりとかねそうそうそう するよね。手帳とかもそうですね。新しく。買って、ね、最初のうちはすっごい綺麗に書くけど。だんだん。こういい加減になってくるのね。うん、それなりがちよ。うん、ええと。会津大好きさん。週末で休みになると、天気が悪くなる。なんでだろう。そうう今そうかな、週末が多いかな。うーん、どうでしたか、ね。平日も結構なんか天気悪いような気がするんだけど。うん、常磐特快さん。 気づかうちにひげが伸びているひげっ, <laughs> ってそうよね俺も割と爪もそうなんだよな最近俺この間切ったのにって思うんだけどもう伸びてたり青鬼さんからいただきました「はい、暇だ暇だ」とネガティブに考えるとずっと暇になるのでポジティブに考えましょうどうしたんですか何何何何,何,何 <laughs> 考えましょうって <laughs> <laughs> デジカメを忘れて使い捨てカメラを使う時ファインダーを覗くってことを忘れるああそうだねもうそっかあんまりね液晶画面が多いから、ね、液晶画面に慣れてるからねあそれ今採用できないかもしれない確かに今もあるんだね使い捨てカメラとかそあるわよ全然こう買ったりとか 自分がしてないからすっかり忘れてたけどっっえっ、ー、と先週やれなかったものを中心にねはい先週やれなかったのがイラッドハウスとやったアカンかな、えー、イラッドハウスとやったーアカン全然結構溜まってた気がする溜まってるね、うん、じゃあ「やったあアカン」からいきましょうか「やったーアカン」<music> いいう紹介も毎時間を取ってられないので小さな「やった!」というねそういったものを送っていただいてみんなで大げさに楽しんでしまおうというそうです。やった感でございます。はい、トリモン団長からこれ先週いただいたやつですね「今朝循環バスに乗っていたら向井治の運転手さんがいた」「2週連続で向井治関係が続いてなんて嬉しいやんやったー!」 う嬉しいもんですかね嬉しいもんじゃないですか音で温度の人で、うん、あの本当に何あのまあしは先行みたいみたいな人っていないじゃんえ本当に女優さんとかさうん、うん、島崎校でもいいし、うん、あのー、あそっくりだなって思うそのエビちゃんみたいとかいう子ってあんまりないじゃん。あたそうかも 男のの方がいるものそういう,うーん,あんで,るとあでもぽいなーっていうのはあるかもね誰々っぽいっていうそう,そうか、うん、だってほらトニモン団長の周りはほらこれトニモン団長の思い込みってことない <laughs> 分かんないよ <laughs> 思い込みの激しい女だっていうのと <laughs> それはこう基準がね人それぞれなんでただ単に だってほら旦那さんは V6 の岡田君だし周りから見たら全然似てへんやんっていうのを <laughs>、うん、トニモン団長は似てるって思える才能がある人それ要するに勘違い女。<laughs> ちょっと <laughs> いいじゃないですか前向きなこう出、ね、るって思えるのはね。それ,かそれでほら幸せな気持ちになれるならいいじゃないですか。それはいいことやね。ね。<laughs> あんまりこういう経験ないんだよな。坂さん電車で出て行ってふと目を開けたら向かい側のお姉さんのスカートの中から白いものが一瞬ちらりやったー。<music> これですよ。危険ねー。これがやったらあかんですよ。 でも冷静に考えてみたらなんで白い布に男はあそこまで喜ぶんでしょうかこれはね昔あの武田鉄矢さんと深くあの哲学したことがあって男というのはなぜそこまで下着というものにあのまあいいやその話長くなりそうですごく長くなるんでじゃあ次行こうサーキットの女将さん「高崎で買った桃が甘くて美味しかった」やったー 最近本当にあのサービスエリアで買い物することが多いんだけどさ、はい、美味しいよねやっぱりねいろんな地元の取れたての桃とか、うんうん、すぐ買ってこれすぐ食べられるからまあお旬のものって美味しいなと思うわ。うん、えー、塩化けさんからいただきました。同じようなのが続くね。<laughs> うなぎ美味しいやったー。<laughs> <laughs> 旬のものはね、そうですお、ね、いしいですよ。うん、えーと続いては、ああ伊豆大好きさんから来てますね。えーと列車の発車20分前にキャンセルが出てプレミアムな指定席券が取れた。うん、やった、うん、あれ。プレミアム。なんだろうやったー。一<レ>列車に三十席しかないプレミアムチケットを。 発車直前に取れてらったん,、えー、なんか広かったり豪華なんですかねなのかねプレミアムシートみたいな感じねあるんだねきっとえ、大通りー・ーーヘップバーンさんから頂きました「先日けん血液検査に行って結果が思ったよりも良かった、うん、やったー!<ー>」で帰りに病院の隣に「うん マジックを無料でで見せててくれる喫茶店があったんで入ってみたた入みそしたらとてもいい人でカードマジックを2つ教えてくれた <laughs> ダブルやった <laughs> ダブルやった <laughs> よかったですね西田房ちゃん今日はえ C&C、ー、<laughs> さんからいただきました今日、はい、<laughs> とても平和なお昼休みにお弁当を食べながら「おやおや」って言ったらみんなに受けた <laughs> やった <laughs> <laughs> およよって最近西ラジで使ってるねおよよ最近ね音ですねパワープレイされてますから後ほどおよよ時間があれば何とかやりたいと思いますけどえっ、ー、と塩掛さん昨日のあこの間のお話ですねはい西さんのベンツで送ってもらったやったーあのベンツちゃんとしたベンツに乗ってる人は認めてくれないベンツですけどね <laughs> いらしいちっちゃいベンツコベンツザカさんからいただきました歌声喫茶西でかおりんとウノができたやったー <laughs> それからウエストボックスの新,新メニューを食べられたああねありがとうございますありがとうございます <laughs> えー、キュービックドロップさん日曜日の歌声喫茶西を最後まで楽しんだ上に 西さんに家まで送ってもらったやったー,キュービッックドロップさんんもも、ね、ありがとうございいました近いもんですよこんな <laughs> <laughs> 前橋日光に比べたらかおりんとの接待うのも西さんのものまねランキングも、うん、みんなで歌ったサライも楽しかったです次の日寝不足でつながったんですがそ,そんなこと言ったら西さんに申し訳ないと思って頑張って出勤しましたって。 ね遅くなっちゃって何だんだ言ったって二スさん遊んでるだけですからね <laughs> <laughs> ありがとうございます。キュービックドロップさんもねみんなね眠い思いをさせたってごめんなさいで翌日ねえ節知湾さん生まれて初めて大好きな女の人にオムライスにケチャップでハートを書いてもらったやったこれ歌声喫茶の時じゃないの ね歌声喫茶でかおりんがオムライスにハートを描いてた <laughs> 慣れてないからちょっとちょっと歪ん,んだよな <laughs> っていう,うあれハートって分かんないしなんか一応形はこうなんか三角っぽいもうちょっと練習してねあの頼まれたらあのリクエストに答えて書きますんで<う>、ね、<laughs> トリモン団長、はい、えー、あれだね FM 相模の電波に乗せて私の声が流れたやったさっきのさっきのねコンセルソンさんもコンセルソンさんそうさんさんさん言えてないお笑いプレイオフザレディオでねずっとリスナーの人がねそう生電話でね生電話で出演して何人ぐらいやってたんけ多分あれでリスナー全員だよねびっくりしたわそんなことないですよそんなことないですよねその中から選抜されてよかったね鳥門団長ね お話できて、ね <laughs> えー、常磐特海さん「マクドナルドでマックダブルを頼んだのになぜかダブルチーズバーガーが来た」やたや「やったこれ <laughs> やったなの?「やったなのかな?「<laughs> ダブル」なんかんこっちの方が高かったのかな <laughs> まあいいやえー、っと C&C さん「めんつゆと食器洗い洗剤を?」 グラスに入れてたらうん、うん、本当に小林二匹取れたおっやった何それめんつゆなんかのネット情報でやってたから実践してみたおすっごい数だねめんつゆと洗剤めんつゆと食器洗いの洗剤をグラスに入れて置いておいたら小映えがそこにやってくるんだ、えー、あそうそれいいねめんつゆと食器洗い洗剤家にあるものだもんね,ね両方ともねもやってみよう えー、なかなか取れないんだよ日産も一時期ね小林が一時期そう小梅が一匹目、ね、なんかいてさ今年の夏もですかあ今のところ見ないけどまた出るんじゃないかなと思って暑くなるとね会津大好きさん <laughs> これなんだろう「<laughs> 旅先で予約なしで宿に部屋が取れたしかも温泉付きだやったー!」。<laughs> これ何かしら私と違っておと行いがいいから <laughs> <laughs> 取れたっていうことかしらってことかしら、ね、よかったですねでもね。うん、さあそれじゃあ続いては、はいえー、やったあかんやりましたんで、はい、続いては変わってはイラットハウス行こうと思います。イラットハウスはい えっとオードリー・ヘップバーンさんから頂きました寝室のエアコンがこれこの時期にねでもあの、ね、エアコンの修理の人とかもね、うん、この時期大変だ,よ、ね、しいだろうね、えー、壊れたの別にその人のせいじゃないのにね家族でリビングで寝たり扇風機の,、うん、あの暑さで あ扇風機で暑さをしのいでおります、うん、あそっか別の部屋で移動して寝られるそう、ね、そならねまだいいよねそうだよね、うん、頑張って今もう一部屋ずつあるもんね、うん、今ねえー、塩かけさん塩かけさんっていう名前にぴったりなのかしらこれ胡椒かけすぎたいら <laughs> こういうのあるよねバサッと思わず出ちゃう時とかね,あ,あ,るねあるあるえー、アセロラさんから頂きました 量販店で家電を買ったときに空き箱回収をお願いしていたのに配送業者が日本優勢だったので空き箱の廃棄を自らすることになったのでいらん持ってってもらますあえなくてもいもう一個 財布の中に1,000円札500円玉がいっぱいだったので両替しようと最寄りの銀行に行ったらその銀行のキャッシュカードがないと両替できないようになっていた,いた、うん、最近そうねうちの俺が言ってたところの某「み」あのあので始まって「ほ」で終わる、えー、もうう言ってるよな真ん中が「図」の銀行があるんだけど <laughs> そこもなんか急にね、うん、あのそのお店のキャッシュカードがないと。うん 前は平気だった,前平気だったの両替機があったんだけどねう、えーまあ、そうなってくるんでしょうねもうだんだんねサーキットの神様さん日曜の夜高崎インター近くの温泉に入った時ジェット噴射しているところに腰を当ててとても気持ちよかったのですがいま、うん、だに尾抵骨あたりが痒くて嫌か <laughs> <laughs> 痒いんだよねあれねああいうのってねでも気持ちがいいじゃないですかえとにもの団長 スーパーに行ったときに見かけるのですが売り場の通路のど真ん中で井戸端会議する主婦にいらあーあるねーあんまりもう周りが目に入らなくなってる光景見たりするよね話が盛り上がるとそうなるの分かるけどね,ねこれ本当にこのコーナーあてえー シーエンドシーザンからいただくの本当にこのコーナーって？間違えてる？えっとこれイラットハウスだよね。コケシが転んだ。<laughs> あれイラットか書いてない？つまんないけどいひって書いてあるけど。<laughs> <ッ> <laughs> えこれえコケシがこなんだろうこれ。こ転んだんじゃないかなんかコケシが。そっかえー、っと。 塩掛さん、はい、電車で昼寝をして,るして起きる瞬間に足がつったイラそういうもんだよね電車でも、うん、思いよく電車の中で足がつってなんか声も出せる「へえー、っえっ」てなってたことあるも、ね、ん <laughs> えっとそれからキュービックドロップさん3メートル先の人が電車に乗れて私の目の前でドアが閉まったイラこれも上がるねん<ー>ほんのタッチの差でねん でなんかね踏切がなったから、うん、あの改札前から学生と一緒にダッシュしていたのですがさすがに若者には勝てませんでした <laughs> 最後には三メートルの差がついて彼は乗りて私は乗りしましょうあーそうい、ん、うことねそれショックよねあやっぱ若者に勝てなかったっていうのを雪中庵さんこれあキューブックドロップさんに行った場合雪 <laughs> 中庵さん町田のウエストボックスへ急ぐ夕方に限って一つ手前の相模用の止まりの電車が多いいら だから逆側か,から来るってことだね新宿じゃない、うん、江ノ島,、ね、島方面からとかそれと三名の止まりって結構あるんだ多いですね<あ>本当ええ、うん、と <laughs> なんだこれ「アセロラさん急いで仕事から帰っていたらユーストリームの番組の MC の人が1時間ほど優待離脱をしていた」何それ笑<え>どういうことなんだろうこれ 幽体離脱体離脱なんだろうねタッチじゃなくてタッチ <laughs> ネタ千鷹さんから頂きましたえー、世界遺産の知床へと行ってきました<ー>天気にも恵まれてとても良い旅行になりましたって土日に行ってきた知床麓では天気が良いのに知床岬に行くと雲の中で景色が何も見られず 結構ねそれを見に行ったのになんか見られないっていうのは富士山なんか俺なかなか見られないこ <laughs> 天気にはかなわないですよね,ねーえーと、うん、ちょっと待って,っ待って、えー、常磐特会さんから頂きました、はい、先週と差し替え、うん、差し替えておりますはいありがとう友達にシャーペンを貸したら上についている消しゴムを大胆に使われていたああ<ー>れ<ラ>もいい わかるね、これ使わないようにしとくんだよねなんかね。自分では使いたくないのに使われちゃうとこういらだね。人に使われるとね。これわかるな、これ。フルザボが出るよ。おめでとう、あいづ大好きさん。日曜で天気がいいのに撮影の仕事が入っている。いいじゃないですか、仕事がねあるっていうのは幸せなことですよ。そんな時に必要とされるっていうのは。 えーっとこれ先週かな、えー、おにぎりさんからいただきました、はい、普段は電気カミソリでひげを剃るのだが床屋でカミソリで剃られてカミソリ負けしたいカミソリ負けするよね痛そうですね、うん、俺も割と肌が弱くてこうなんか古いカミソリかなんかを使った後に、うん、新しいのに変えると、うん、スッ 触るだけでそれるのに、うん、古いカミソリでこうグッと力強く押し付けるような癖がついちゃって、うん、血だらけになっちゃうとかある,る、ねうん、さあキットの女将さん今日ホームセンターのレジで前のおばさんが会計の最中に後ずさりしてきて、うん、レジ手前の手前に置かれているポテトチップスをこれとこれとあと。 薄い塩味と選び出してえらく時間がかかっていた <laughs> <laughs> マイペースな人いるよね,ね急いで、ね、こっちらは急いでなければそんなにね、うん、あの気にならないんだけど仕事部屋の瞬間湯沸かし器を交換したのだが新しい瞬間湯沸かし器の白いボディ部分に使用する注意書きがびっちり書かれていて、うん、まるで全身くまなくお経を書いた耳なし法一のようで。 そさんいいらっしゃではなくいらハ <laughs>、ね、細かい字がびっちり書いてるやつとかあるよね,ね読めねえよって思うようなう本当に読まさる気あるのかなっていうような時ありますよえっ、ー、と有梨本線もちょっと届いてるんで、はい、ちょっと今顔り今の間にメールそうです、ね、見てもらった方がいいかな本日海今週は 夏祭りのありなしそして今メールをチェックする間にかおりんが来週のありなしを何にするか何考えてくれます何に <laughs> しようかなえっと来週もう8月に入るんだね来週ねっ8月の、えー、6日になるのか8月6日ですって夏だね <laughs> えー、盆踊りのラの上で太鼓をたたくのはありあるねこの光景ね太鼓をたたき破るのはなし <laughs> そんなやついるかしらなしなしえっと子ども櫓の上に子供たちがいるのはあり子供ヤグラの上に西さんがいるのはなし割 <laughs> らないでしょなしなし 乗れないでしょう、ね、<laughs> えー、アセロラさんから頂きました金魚すくいをするのはあり早々金魚すくいをして金魚が邪魔になるのはなし <laughs> そうね邪魔になっちゃうのもともともだよね乗し乗し浴衣を着ていこうかと悩む女子はあり女子が浴衣なのに短パン T シャツで来る男子はなし 男ってそうよね <laughs> 女の子にはなんかこういう格好してくれよとか言うくせに自分がものすごいラブな格好でそんな光景あるよね確かにね、えー、あとこれも分かるわ「露店で買い物をするのはあり」「もう少し先に進むと同じものが安く売っているのはなし」「これねなしなし焼きそばを500円で買ったらちょっと行ったら300円で売ってたとかねありますよ」 えー、あとこれもねこれもねちょっとキュンとする「家族でお祭りに行くのはあり」「お祭りで憧れのあの人が隣のクラスの子と仲良くデートする現場を見てしまうのはあり」「ありなのかな」<laughs> ねこういう衝撃の瞬間あるよねえー、と最後もう一個これも。 露天商のお兄さんと仲良くなるのはあり露天商のお兄さんが笑ったら歯がほとんどないのに気が付いて弾くのはなし <laughs> ナシナシあの何、ー、ですかあの親、ー、鸞 <laughs> の影響なのかなんか知りませんけどそんな人がいたりしますよね <laughs> 皆さんもどうぞ気をつけてくださいさあえっ、ー、とー どうしようかな残りのこの時間の間に、うん、ちょっとやれるだけ2つのコーナーをちょっとありなしなんですが<う>サーキットの神さんが「こんなんどうですか?」っておどんなんの？渋滞のありなし規制とかでね,ね8月っていうと、まあ、夏休みでちょっと遠出したりそれこそ。 規制ラッシュのありなしにしようか。規制ラッシュの。そうするとほら電車も含めて、ね。ああそうだよね,ね。渋滞だと車だけになっちゃうから。はい、じゃあ電車なども含めた規制ラッシュのを実施しましょうか。規制ラッシュのありなし,にし,ましょ。はいということで。よろしくお願いします。わずかの時間でも全力で紹介します。最強タッグ決定戦を行います。 さあわずかな時間ですが、はい、どんどん紹介して頑張ってみようと思いますはーいいお願いします、えー、チャンピオン鬼に金棒にチャレンジしてくれるさまざまなタッグチームを大募集しておりますはい、えー、オードリー・ヘップバーンさんから頂きました入れ歯にポリグリグップ、S、今でも何か一応勝利にするけど 今いいろろあるんじゃないかね他にも何かあるような気がする<当>最近よくそういうの CM で見かけたり塩かけさんいくつか来てるんでうん、はいえー、どうしようかなザリガニ釣りにスルメ,スルメこれもあるよ、ね、スルメでやるんね恋愛に葛藤これちょっと深いわね、うん、アイドルにファンファンなきゃしょうがないもんねアイドルじゃないもんね、うん、物置に100人 <laughs> それ稲葉だけやろ <laughs> い,つ <laughs> いつも物置に人が100人乗ってるわけじゃないの <laughs> えーっと雨水野さんからいただきました、はい、アンジャッシュ小島に滑った感じのプレッシャー <laughs> 外壁ベタ褒め中の渡辺淳に通りかかった猫 <laughs> いやそれは NG にするでしょ進信号無視の逃走者に「止まれ!」トレン呼するパトカーこれもセットかもしれないねぽっちゃりした人に「スモーカジューどしてた?」と聞いてくる見知らぬ親父 <laughs> 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 最近みんなうまくなってきたよね,ね<ー>タックルの作り方が掴、うん、んできたかな実にうまいと思いますえとちょっと待ってねうん えー、朗読者さんも面白いから、はい、これ夏の仕事帰りにキンキンに冷えたビールーそれから氷ョウ柄に関西のおかん <laughs> 素晴らしい強いよねい<や>強いねそこれ西ラブ差し上げましょうさあ、えー、時間の僅かなんですけれども <laughs>、はい、あのー、今ね、うん、その前のね、うん、えー 三十分の CM を打ち忘れたことを今思い出した。あら <laughs> だからさ、一分早いいつもより一分早く、うん、終わりますよ <laughs> 終わりますよって誰に宣言してるんですか <laughs> 自分に聞かせてる自分に聞かせてる感じです、うんえー、それじゃあ,、うん、あの続けてこちらもやっちゃいます、うん、あいけるんだ省略するそっくりさんいらっしゃい <laughs> これはやるんだ やりたいところはどうか、ね、そ,そこだけはね「えー、サーキット」の女将さんからいただきましたさまざまなちょっと一風変わったそっくりさんを送っていただく「そっくりさんいらっしゃい」うん「あられちゃんに出てくるお尻が頭にある宇宙人ニコちゃん大王と」とオープニングトークを邪魔されて不機嫌な小倉智明 <laughs> えー、えー、どんなだっけいらっしゃい。 ちょっとなんか、その感じ、不機嫌な感じがね。わ<ー>かるかも。これも。すごいんだけど。番組中。何度、サイコロを転がしても、同じ目が出てしまって。動揺が隠しきれない小堺一機と。ラップを歌えと、無理な芸を押し付けられ。困惑する白い白い。白イルカ。白イルカ。白イルカと小堺一機でいいじゃん。<laughs> 今日はちょっともうこんな感じですかね,ね、えー、たくさん頂い,いてるのにそっくりさんと、はいあのー、最強タッグの方ちょっと残ってしまいますけど来週だいぶこのコーナーもね、うん、あっおよよ流してないね。 よいよ何のためにこれ, <laughs> <laughs> これ好きな人たまたまねおよいよ一兆一個くらいかけておかないと、うん、っていうことで、えー、来週また張り切ってどんどん紹介しますので、ねはい、ぜひ聞いてください投稿お待ちしておりますここまでの相手は西賢治と古谷香里でした虫の字また来週ですさようならなさ投稿たくさんありがとうねごめんね <laughs> さらに cm のボタンを押すのを忘れたという、ね、カフうフフフフはフフを下げるのを忘れるフフフあ,そう <laughs> あツイッターで指摘されて気がつくっていうフフフフううフフ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 てフフ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 フ 思いのほか長くなってしまったオープニングトークのために惜しかったねでもねえもう帰省ラッシュもありなし来てんもん早いね惜しかったな惜った最強 <laughs> タックとこれが惜しかった惜しかったでしょだって俺の予定通り三十分で オープニングトーク終わってれば紹介できたっちゅう読み的には俺の読み合ってたのに <laughs> 30分で終わらせれば多分いけるかなって残念今日もでもねあのー、面白いところが多かったんで、えー、来週も楽しみです最近本当にねこの そっくりさんとあのー、最強タッグ決定戦は面白いのが本当に増えてきました皆様すごいですありがとうございます <laughs> 本当に今日は綺麗に一曲も書けないで終わりましたね <laughs> そんな時もありますよそんな時もあります <laughs> CM までちょっと最後ね12秒かけちゃったかななんていうもう目も当てられないような失敗だらけでしたけどまあまあまあこの反省を生かして来週張り切ってもうねあの8月に入りますからね8月のあれいつが 200回になるんだっけな8月の何日が200回になるんだっけ ?8 月の20日3週目かそうねじゃあ逆算してここの。 20日の日はあありがとうございます青鬼さん <laughs> ノーレインボーレインボーも書かなかったですねそう今日はあのー、読める部は読める今日のうちにっていうことで今今じゃなきゃダメってやつあるかな今日じゃないと意味がないようなのがあったら ありなしはこれ来週来週の季節ラッシュのありなしだもん早いなでも早くもらえると本当に助かりますえっとこれは来週でいいなこれも来週で大丈夫ね青ねえ何やってんの 何モグモグしながら喋ってんってあんまやないってお前それ <laughs> めっちゃ食ってるやんちょっとさ最強タックでさ、うん、今週じゃないと 意味ない系とかある俺にマイクの前で何か喋れと言われたら無言の自信あります <laughs> やってないけど食べてる食べてます三日に向けて山作戦さんがかかると読んでいたのにああそうだね まあでもほら昨日「ユース t o d a y とかでも宣伝してたしもうなんかあんまりあのガツガツチケットを売る感じがないから多分だいぶまあ売り切れまではいってないと思うけど売り切れたりしてんのかなね その3日、僕もちょっと緊張するんでしょうね。それでまた4日の日にまたそういうねあり橋本の方が入ったみたいなんで大変だなぁと思って。 ああうんこれ先週のかあれ俺先週やったよね <laughs> だなと思ってっていうのが心がなかった <laughs>、うん、今週じゃなきゃっていうのはないかな、うん、大丈夫でしょうどうそっち顔に ああ、そっか。<laughs> そうね。お任せします。日産の判断に。 ロラさんのこの部分だけご紹介しようかね。不調和的な。えっ、ー、と一応最近強打決定戦でいただいてるんですけれども、今日、はい、7月30日って何の日だか知ってますか。ふーちゃんの誕生日1ヶ月前。ふーちゃん？ふっちゃんね。ふっちゃん。フッ <laughs> ちゃんって呼ばれてますが、古谷香里の中学時代の。ええー、あだ名です。フッちゃん。小中学校時代。高校から変わったの？ 高校からは名前で呼び捨てにされるようになりました。香り姉さんって言われる。姉さんじゃなくて <laughs> 普通にほらみんな下の名前で呼ぶようになって <laughs> っ。1953年7月30日、力道山が中心となり、日本プロレスリング協会が結成したことから7月30日はプロレス記念日だそうです。そうなんだ。ね、知らなかった。 ちなみに日本初のプロレスの本格的な国際試合とされる力道山木村正彦組対シャープ兄弟の試合が開催された1955年2月19日を記念して設立されたのが2月19日のプロレスの日だそうです。なんだかややこしいです <laughs> 最強タッグから思い出した小ネタでした 2, 2日あるんだね4月30日と2月19日とだそうですよ 「何々の日」っていうのは結構簡単に作られちゃうからねそうね毎日何かしらの日なんだもんねうん確かになんか語呂合わせだったりね、うん、そういうのあるけどこういうあと歴史的な出来事からとかあるからね ん、なんか今音がしてない。バイク。外のバイクの音。香りのもう一から聞こえる。いや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 何も。はい、ということで、今日もたくさん飲める。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。紹介しきれなかったの、はごめんなさい。ね、日産もでも、まあ、疲れがなんとか取れてよかったですね。よかったですね。元気になりました。すっかり。万葉の湯、様々ですね、うん。本当に。ええー、万葉の湯は。<laughs> 猫の鳴が本当アオリンがシガニー・ウィーバーみたいなラフティーに燃えあ T シャツがねそれに戦ったあのエイリアンと戦ってるうちにボロボロになってきてシガニー・ウィーバーって何誰エイリアンに出てた人でしょ<ー>パッと浮かばない顔、はい、友人の披露宴のスピーチ以来マイクで喋るのがトラウマになってます のあるよねー、うん何だろうアイさんあ<何><俺>っけ電車のやつ、うん、40人で電車をしのけて人を助けたっていう。 すごい話題になりましたよね、うん、世界が「そんなことできるのは日本だけだ」って言って、うん、<laughs> へえそんなことがあったんだうん自分の国だったらみんな見て,見て見るだストークから眺めてるだけだみたいなあれれの私の服装だけを読まんと消費期限切れちゃいますあれ

あれ、読み損ねたか。よほどつまんなかったか。<laughs> <laughs> 顔に突っ込んで。<laughs> い,いや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 。いやいや,いや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 。そうするには。<laughs> <laughs> あれ。前の。人前で喋ることが多いですが、ボックスのステージが一番緊張しますって。 汐掛さん <laughs> <う>塩掛さんはねこの間歌声喫茶で歌ってくださいましたもんね,そうねあっ別にもう T シャツが伸びたわけじゃないですからね <laughs> こういうこういうえりううぐりが広いやつなんですからね <laughs> あれない ってね、うんメールであパソコンで見た方が早いかな <laughs> カラオケボックスがなかった頃は人前で歌うの緊張しました確かにそうですよね今はねカラオケボックスとかあるからカラオケ行く方はね人前で歌うっていうのはもうまあまあそういう機会はあるけど。 なかなかね前はそういう機会なかったですよねあいつさんはそっか視聴する時間もなかったんですねお仕事でねまあまたそのうちやると思いますからザカさんはボックスのステージは本当に緊張しますでも楽しいよって今回も西さんとのユニット巨峰で <laughs> 結構いっぱい歌ってくださいましたよね。この間あの西さんさだまさしさんのコンサートを見てきたばっかりだからやっぱりさださんの曲が結構ね最初の方は多かったですもんね。<laughs> 俺に喋らせろっていう人がいることが信じられない。<laughs> いますよねスピーチとかうん得意な人は得意ですよね人前で喋るのね私もどっちかというと苦手ですけどお便り確認用の PC っていまだにブラウン管ディスプレイなんですそうですね結構古いタイプの使ってます はいまあ、局のパソコンなんでね壊れない限りはそのまま使うんじゃないかとひそひそ次回はさださん以外の歌を1回くらい歌いたいと西さんがいない今のうちに行ってみる <laughs> 言ってくださいよ坂さん そうだよねえさださん好きだけどさださん以外の歌だって歌いたいよね今度はじゃあぜひさださん以外の歌も歌ってください「ユースト」の受賞の時うまくまとめる歌いや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 ああいう場合やっぱ緊張しますよねうん。 なんかラジオで喋るのとまたね違うんですよ「<laughs> すいません」って朗読者さんが汗冷や汗を流してるねえザカさんんだろう「<laughs> ダメ気泡ですから」って言われてるけど青鬼にさんには何歌うんだろう、うん、ザカさんさださん以外の歌だったら。 どうでした。ちょっとごめんね。えっと。うん、これ常磐特化するの、これって。あった。あ、それ抜いたやつじゃない。抜いた。あの前回のイラップハウスとやったかん。んじゃなくて。ああパソコンの上に置いといたやつ。 んか「先週文と差し替えてください」ってうです。えっ、ー、とじゃあこれおつかわさんの一応歌はいえっと「どうも危険な危険な登山おつかわです」「西さんかおりんそして西ラジオお聞きの皆さんこんばんは早速ですがこのメールが読まれている時点でもう7月31日2013年7月ももうおしまいなんて早いものですね」うん 来月はそれこそ夏本番7月以上に夏を楽しみましょうところで最近ゲリラ豪雨が多発していますね関東では花火大会が中止になったりアイドルグループのコンサートが翌日に延期になるなんてことがあったようですね関東以上に広かったのが山陰地方特に山口県では JR 線,線路の土台が流されたり地下歩道が完全に水没してしまうなんてことがニュースで流れてましたね被害に遭った皆さんのお見舞いを心より申し上げます はい、結構ボズでした <laughs> そうだったんだ <laughs> ごめんねあのニュースでもね結構大きく取り上げられてましたけどやっぱりなんか最近そういう異常気象って多いですよね多いよね学生の時に後輩と喋っていてこっちが楽しく喋っているのに「先輩」うん、で「落ち葉」 言われたことが辛かった。ね、これきついですね。なんかね。いやでもね、うん、オチを求められるのは。どっかでそういうふうに。あの、教えてもらうか、気がつかないと。うん、あの、余計、その後、みんなから。また来てまた喋るよ、あいつみたいに。かけて、ずっと言われる方が嫌じゃない。うん。 <laughs> いや別にほらオチがあるしゃおあのことばっかりじゃないし<ー>普通に楽しく喋っているのに「<laughs> でオチは?」って言われたらなんかちょっと「えっ?」てなるよね <laughs> そ,うそういうんじゃないのにみたいなうーんまあね喋るのは難しいよね京都も今日ゲリラが来ました本当ですか 結局味気ない内容しか思いつかんか <laughs> ったとですそういう時は送らなくて大丈夫だから <laughs> <laughs> 伝えたいことや何かがあったらうん,、ね、うん毎回必ず何からそうなのよ普通歌を送んなきゃとかってそうなのだからなんかうううプレッシャーに思っちゃうとあれだね,ねあのー、なんか聞いてほしいこととかがあった時 とかさっきとの神さんなんかはほらさっきみたいにそういう帽子を折り曲げたら子供に怒られたっていうのから、うん、ああそういうファッションって変わるもんですねっていうことに派生するとか、うん、なんかこんなことがあ,のあと時事ネタでもこういうあのゲリラ豪雨とかこういうことがあると大変ですよねっていうのがあったのをきっかけに、うん、その番組の中でこういう。 あの報道をしてる人がいたんですが僕はちょっと疑問に思いましたとかそういう意見とかがねなんかあるとあの成立するんだけれどもただ7月が終わりましたゲリラ豪雨がありました参院の方でも大変なことがあったようでお見舞い申し上げますっていうそうですねそうするとその後に来るのがやっぱり普通おたの本題になるので。そうだね 今そこまでだとみんな知っていることを改めて書いてくれたっていうことだけになっちゃうもんね。群馬、ね、ズのメンバーになりますかって。群馬ズって今何人いるんだろう。群 <laughs> 馬ズ？群馬ズにしさんと昭和けさんじゃないの？<laughs> 俺も群馬ズだ。<laughs> こないだ群馬ズに入ったんじゃないの？あ、そうなの。 もし歌声喫茶に行けたら、P モデルの美術館で会った人だろうとか、うん、アシューラクロックとか歌える自信あります。おっとく全くわかんない人。これも全然わかんない。それねあの。なんだろう。歌声喫茶で歌わないで一人でカラオケ屋さんに行って一人で歌って。<laughs> <laughs> 若い世代だからね、こう難しいね曲が。いやできる曲できない曲あるから。 アイドルグループのファンがツイッターでギャーギャー騒いでたんでそれをネタにすべきだったかもそ,う、ね、それで何か思うこととかがあったらんどんどん書いていろいろ書いて送ってくださればねでも基本的にはあのなんて言うんでしょうメールはもちろん全部読んでますから、うん、あの何か。 西さん香織に伝えたいっていうことは絶対伝わってますからね香織には香織にも読んでもらうもんねあとあとね、うん、まあ内容によりますけど <laughs> <laughs> まあしれた強引に見せつけたらなんかセクハラみたいな <laughs> 最近はそういう下ネタ系は私のいない時にこっそりやってくれるっていうそういうお気遣いをしていただけるようになって。おち <laughs> の要求とかさなんか、うん、あのー、確かに何か話をしてて、うんあのー、女の子は特に取りとめもなくずっと話ができるじゃない。うんうん 昨日美容室行ってちょっと来てもらったんだけど自分でちょっとなんかこうしてって言ったのに実際やってみたらなんかそんな感じじゃなくてちょっとムカつくみたいなそういえば私この間さ終わりか今のでっていうのとか多いよねなんかね落ちないもん <laughs> あの落ち <coughs> そこに着地しようって思ってないからねそう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  取り留めない話っていうのがね怖い3分から5分しか人の集中力は続かないから、うん、そのくらいでちょっとずつ落ちさないといけないのよね難しいけど普段からやろうとしてますは基基本本中の基本ですうん難しい3分5分とかだからあのー。 やっぱりほら大学の教授なんかでもさ上手いい人って自然とそういうのやるよね、うん、あのこの間もゲストに来た人なんかの話聞いてて思ったんだけどやっぱりなんかその難しい話をこうこうこうなんですよって言った合間にちょっと何か入れてみるとかね、うん、そういうのが上手な人ってやっぱりこういう人は多分生徒さんにも人気あるんだろうなって。であとほらあのー。 どんどん難しくなっていく人いるじゃん逆に <laughs> どん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 深い世界入っていって深い世界に入るほど説明がたくさん必要になるからどうしてもそこに時間を取ってってそう言ってだんだんみんながこうね集中が切れるたびに離れていくっていうパターンあるわよね川口教授も三分から五分ごとに親父ギャングを入れて, <laughs> 入れてた <laughs> 落ちがないのが許されるのはサユリンだけです。落ちのない子柴。<laughs> アマミズムさんは歌声喫茶にしに来たら泣かないで歌ってくれるって。タチさん。おそう。これこれある。ニさんも弾けそうですね。物まねには厳しい。しゃくりが短い。しゃくりがもう持 <laughs> ちょっとったく。あれそういえばタチさんは入ってないのニさんの物まね一軍二軍三軍には。入ってない 入ってない、ね。<laughs> あれはだってみんなやるじゃん。<laughs> 泣けないであ,<ー> <laughs> あので、あれタチさん自分でも言ってたけど、うん、自分ではもっと広かった、ね。あ、そう。らしいのよもっとね。で、わざとらしい感じだったのかな。ええっ何回もやってて <laughs>、うん、しかも。 なんかそのこういう風にしたがる人ってさ要するに音程が取りにくくって探しながらここに行こうとするからでききればポンとと行きたいところもあるじゃないそれが難しいからそういう風な癖がついていくんだけどタッチさんそれを最初のレコーディングで何回もやらされてちょっと音が全然届いてないんでもうちょっと早めにしゃくりを短く。 しっかり音に届くようにやってくださいっつってそれ何回も何回もやらされてまだ届いてないっつってやってるよ届いてるよ馬が野郎っつお前、うん、でちょっと聞かせろやっつって聞いたら全然届いてなくて、えー、それでショックを受けたことがある実際聞いてみるとね違ったりするよね,ね小読みの上ではディセンバーを歌った人はいなかったのかな何それ誰の歌ですか有名な歌 <laughs> 知らない まずねなんかみんなが知ってる歌が多かったですよねこの間はそうねうんもっとだからねアニ,アニソンっぽいみんなが歌えるやつとか、うん、もうちょっと用意しとけばよかった基本演奏するのが西さんだから西さんが知らない歌は演奏できない、うん、<laughs> そうね <laughs> 双子居喫茶で高山堂作品を歌った人おりますかいないですいないね俺が演奏できないからですそうだね <laughs> あのいつも iPad とかで、そう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 。歌詞とかコード譜とかを検索してやってるから、それに乗っていないと厳しいね。ね。なおかつ歌を知らないと演奏できないからね、うん。聞き手が突っ込んで広げる文化の関西は素晴らしい。 その場に聞いているのとネットやラジオで聞いている人とでも時間違いそうですね。時間？中学の時は先生のモノマネを極めてました。こういう子多かったよね。ううの大事よね。<laughs> まずなんか先生のモノマネしている人多かった。そう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 。そういう人の方があのー、モノマネアーティストとしてクリエイティブな才能を持ってるっていう。 あんまり人がやらないものまねってやると、うんあのー、人によって全然感じ方が違ったりするんだよんでそれをデフォルメしていって定番になって世の中に認められていくっていうパターンだからうん、あのー、大抵みんな大抵あれものまね得意なんだってやつ聞くとほとんどがその。 コロッケの真似をしてる人とか、も,もうすでにモノ真似したものを誰,誰かのモノ真似で強調されたものを、で、うん、素人の耳にはそれでしか分かんないのよね。うん、本人とその人とプラスアルファーされたものを合わせて聞いてるから、うん、だらそれも誰もやってない歌手の人のをやると、その歌手を素人の耳ではそのモノモノのあの歌のモノ真似って特に判別できないから、うん、あのなかなかそれであの。 最近はなんか多いじゃな美空ひばりの真似で親の男の人だとかさ、うん、そういうふうになんかネタとしてやると面白いんだけどね,な,どねなかなかその人がやったことないものまねっていうのを、うん、その中学校の先生とか、うん、そういうのをやってる人は耳がいい人なすごくだか常盤徳川さんはすごいものまねの,の耳がいいんだと思う、うん、耳が悪い人って分かるんだよなんか。

さだまさし知らない曲結構ありましたが、あ本当？<laughs> そうだね。そうねみんなは知らなくても巨豪の二人は知っていたって。<laughs> そうなのそれだけで。青根さんとか聞かなそうだもんね佐田マサシハミングが聞こえる歌ってくださいぜひ。アマちゃんの歌なんですかさっきの愛子さんが言ってたやつ。雇用みの上では着陸できない飛行機雲かったです。<laughs> ねずっと飛行機雲あれ？<laughs> <laughs> 何、<laughs> じゃコード弾いてると、そなあのコードの命は。<laughs> 飛行機雲、あれや。<laughs> <laughs> <laughs> 飛行機雲って、行きたかったんだよね。なんかね。うかような感じに、ね。飛行機雲。飛行機雲って。ルートで終わらせたいんだけど。うん、コード弾いてると、そのメロディーに行けなくて <laughs>。<laughs> <laughs> ね、全然着席できなかったね。<laughs> あれは面白かったわ。怖いね。<laughs> 着席できない。あるある。ムード歌謡ね。ムード歌謡できる。みんながね、知ってるような。よく夏メロでやるような曲だったら。ありかもしれない。ね。 耳,耳のねよし悪しってね本当にあの音のチェックとかだけでは分からないのよねんでも何かの時にそれこそそういうあの常磐徳川さんみたいに中学校の先生の真似とか、うん、友達の真似がポンってこうイメージできる人っていうのは、うん、その耳に入ってきたものをすぐ実際に音にして出せる能力だから伸ばした方がいいと思うよ。 水本さん一年後。<ん>泣かないでを歌うの。ああ、ボックスに来てくれる日ね。ね九州の芸人さんが柳葉さんのモノマネをもともとしていたそうですが、うん、それを見てやった原口さんが上手くて売れちゃったということですええー、そうなんだ。あのだから。 多分原口さんが見たらあなるほどうまいなと思ってそれをヒントにして、うん、そのうまくやっ、ね、デフォルメしてやったりとかするとそっちの方がだからあの音質的には元の人の方が似てるのに、うん、そういう売れてる芸人さんの方が伝えるのが上手で<ー>デフォルメの仕方が上手でとかっていうのはあるだろうねでもそれも能力だもんね。 そういえば、中央区の歌プロジェクト応募しました。十万円、十万円。応募しましたよね。ね、ずいぶん前、もう。締め切ったんで、あれはその時俺言わなかったっけ。何かで言った気がする。インスタハミングかな。どこかの。ユーストでハミングの前に出したんだもんね。そうだね。そうだね。出してきました。締め切りの日で。かおりんを一回ここで下ろしてから、市役所。をくるっと回って、中央区のところに。持ってたんだもんね。 レコードが飛んだ時を思い出し懐かしかったですってえレコードが飛んだ時を飛んでるの飛行器具きぎまプチッと飛んでる同じところを繰り返しう LP だと結構長いスポンがあるからね、うん、<laughs> 中央区の歌はでも今度なんか今この間手紙が来て、うん 選考員を募集だか結構曲の募集が割と来たみたいでそれを一般の審査員みたいな人に、うん、あの選考してもらってみたいなふ<ー>うになるみたいだから曲いっぱい集まったんだらよかったねってトじでうんうん、うん、あにそ,、ね、そうだねあれは何だっけ今何が歌誰が歌ってるんだっけ ちっちゃい子たちが歌ってるわよね。なんか。編成ジャンプ。ジャンプがたりか歌ってたのは知ってる。最近のアニソンとか。テクノ系を歌いたいです。おしカラオケボックス行ってこい。思 <laughs> <んか S 1> <laughs> いっきり歌ってこい。<laughs> そんなん伴奏できないもんだって。最近のってついちゃうとちょっと。ね。わ、ね、<laughs> もしかしたらわかんないかも。そうそう,そ,うそうそう。最近のアニソンはわかんない。 最近までずっとやっているアニソンならちびまる子ちゃんとかサザエさんとか昔からやってるやつだ、ね、最近始まったアニソンは無理やん無理やり尻尾で収支系を引っ付けるとかそういう感じで終わりし締めることになるんだけどね作曲者が悪いんじゃないと思う 常盤特かさんは絶対多くかもええー、そうなんだ。素晴らしい。西、ね、山<え>の貧乏太郎、シイさん、ソリさんは物まねではないですね。全然違うもんね。そうだね。わかんない。まだシイさん会ったことないからわかんない。うん。ソリさんは違っ,っけ <laughs> ソリさん全然違うもんな。うん、<laughs> あれ卑怯ずるいわあれ。<laughs> みんな楽しみにしてたでしょう、ソリさんどんな人が現れるか。ね <laughs> すっごい普通の可愛らしい男の子がやってきて。<laughs> <laughs> 嘘つきって感じだったわ。いくにシーさんぐらいになると、ちょっとあの。うん、むしろ。あの俺の方に寄せてきてほしいよ。ああ、そうだね。<laughs> <laughs> あそうね、俺が知らない歌で歌いたい場合自分で演奏するっていうのはありかもしれないうう、ねうん、ギターーーとキーボードはあるのでただやっぱりあのお客さんとかリスナーさんとかがいるので、あのー、みんなが楽しめるようなものがいいかカラオケとかでなんかみんなの拍手が俺が歌ったと少ないなって思う人はもう一回考えてから。<laughs> 厳しいね。<laughs> だって、次見てる人が辛いじゃん。そうだね、よくなんか、全然、なんか、なんか、知らない曲を。すごい下手な人が、ずっとフルコーラス歌われたら、なんか。待ってバーっ。よしいさんはただじゃおかないでしょ、書くでしょ。<laughs> そうね。音程があってないよ、とか書きそうじゃん、なんか。<laughs> 書きそう。ね。

学校の行事でも歌ってたもんね。うん、あ、そっか、そ,そ,そっか、山作成さんの歌ね。そうだね。でも、そうだ。歌唱、歌唱力は評価されたって言ってたんじゃなかったっけ。あ、言ってた気がする、ね、遠くよりって。そう,ね、そうだよね。ぴょこん。ぺたん。ぺたんこ。ぴょこん。ぺたん。なんだっけ、これ。この歌あるよね。 ド根性ガエルのガエルだ最初の方のねトンネルズが歌ってない方トンネルズ歌ってたんですか後からのやつはねトンネルズが歌ってたんだよね、えー、まだそんなに売れる前のマクロスセブンとかも無理 <laughs> ソリさん面白かったねでもね確かにねそういう感じではありますねほんとね 絶対音感はないけど絶対おかんなら一緒に住んでる。絶対おかんってるね。<laughs> C さんね合<何>ってみたいね。自分で音源良いはオーケーですかね。音源ありものの音源は流せないんですよ。うん、ユーストリームは。あそうだね、うん。自分で作った音源ならば大丈夫なんだけど。 だから弾き語りとか演奏ができればまず問題ないんだけどなんでこのいつも、ね、いろんな桶、OK、をわざわざ俺が作り直してるかっていうと元のが、OK、気に入ららなないいから作り直してるわけじゃない <laughs> それはあのー、著作権の、うん、と一緒にある隣接権の中の。 ものでね、その音源に携わる演奏した人の権利とかアレンジャーの権利とかレコード会社の権利とかいろんなものが絡んできてジャスラックにあの申請するだけではあの流せないんですよ,ですよ、ね、厳密にはね。っていう問題がまだインターネット上ではあるのでそれでそれを、まあ、ラジオの方はいろんなやり方でクリアしてるんだけれども。 インターネットではあのそういうことがある,、うん、あるのでそれを流せるようにラジオでも全部の音源を流せるようにってみたいやって苦労して作っておるのですそうなのですえっ C&C さんチャットで暴れてた0時過ぎに本当誰が ?C&C さんチャットに書いてたの <laughs> 本当に さっきでもタイムラインにもいたいよね。あ、そうだね。中ね。ちゃんとで暴れてたって今楽しいそうなんだな。暴れてたってどういうことなんだろう。<laughs> 暴れてる。本当 <laughs> めっちゃ暴れてる。出したあの。十二日に誰もいない海。ギャーって帰ってチェックされてないチャットルーム。わいわい。 これってどっかに流れんを、日様読んでよ。<laughs> 誰とチャットなんだろう？ポカー。じゃあ SNS 戻るを。<laughs> <laughs> 本当に一人で遊んでたって感じ。そのその約 <laughs> あ誰か持ってきた。その五十分後ぐらいに青鬼さんが書き込みはソーシャルストリームの。すいませんいつもみんな来なくていい。集まらなくていい。<laughs> 君を乗せてはラピュータのエンディングか、うん、ラピュータうん天空の城ラピュータねラピュータかーソーリーさん結構イメージ通りな感じでしたよ可愛い,いの確かになんかそんなにねトークはなかったですイメージうんって思ったかも私もにゃんって言ってくれないと <laughs> 出 <laughs> てたんだっけな、うん、なんだっけ。結構長時間二人きりでいたんでしょう。いもうあの前橋の前後にはもう寝てたから。寝ちゃった。うん、そうかあとはずっと寝てた。<laughs> 一人ぼっちだった。独りぼっちだった。そっか。<laughs> <laughs> そりゃ眠いよね <laughs> 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 あ。えっとなだっけな。

ライトきまーす。<laughs> ごめんね素直じゃなくて夢の中なら言えるセーラームーンだね。う,ん、うよく分かったね。ムーンライト伝説だっけ？遠くへ行きたい。知らない街をってやつ？しのやつ。ら。そうねサムソンさんもぜひレパートリーを。 でもね、なんかみんなが歌えるような歌、をみんなで歌うのが一番。楽しいと思うんで。うん、俺のうまい歌を聴けみたいな気持ちで。歌うんだったら、歌わなくていい。怨念、ね、<laughs> <laughs> の話を聞けみたいな。わ <laughs> ばれしてたね、本当にね。かよたかせん、グラコビは毎週大変でした。ね<ー>でもまた。 復活するんでしょう。また夏にはやりますよ。夏の間に。カオリのもう根本を動け。みんなエスポだよ。動かないよ。<laughs> <laughs> 求めたら言ってくれないんだ。ね、本当だよね。<laughs> じゃあ舞台さんだけは分かって優しいって。<laughs> めっちゃ笑ってる<笑><笑> 優しいっちゅうねんだから反、うん、さんなんだっけな結構ね、うん、それでもあの面白い人だったんですようだなんだっけバイクが好きなんだの バイクが好きでみたいな話を始めて。今のものまね。僕の、僕の、れの、昨日、あの,の、ずっと。で、そ,そういうの、で、それも2台乗り換えて、その前に乗ってたのは。誰も聞いてないのに、なんか、で、いつか僕刀とか、あと、シースンとかに乗りたいなと思ってるんですよ。これがリアルな。それさんで、す <laughs> それでみんななんとなく。なんだっけ、すごい。 面白かったのはね。なんだっけ。なんだソリさんって結構なキャラじゃあわざと自分で作ってんじゃんみたいな話して、うん、あのあなんだ今なんか倒れた。なんか落ちたことある。ねえじゃぶ。何が落ちた？分かんないや。<laughs> なんだっけあのあの僕のあのじゃ。 西さん岩盤ニャンよっていうのはあの僕が考えたんですよ。考えたな、ねね、え,えどういうことで考えたってあの岩盤ニャンヨっていうのはあの僕が考えたんですよ。だから君が書いたんじゃないの。<laughs> <laughs> あれあれは僕のあのオリジナルなんです。オリジナああそう岩盤ニャンヨっていうのを考えたあなるほどねニャンを絡めてね。 ソリさんキャラでね、みたいな。<laughs> そういう。あの、割と、スカッと。スカッ、スカッ、スカッとこう。空振りを繰り返す感じ。<laughs> <laughs> そう、そういうトークで。ね。まあ、キャラはある人です、ね。キャラあったよ。あの、それを、なんか。う <laughs> のやってる時に、すごいみんなが、親切に教えてあげてね。うん のうのをね。そう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 。知らなかったんだっけ。多分あんまりやったことがなかったんだっ。あんまりやったことがないみたいな。<laughs> いつの間にかソリさんの後ろに四人ぐらいいて、なんかあ、そしたら次をあそれそれ出せなくて、それ出せなくて、色色が色ないない同じのがなければ、あの色があのないあの同じの女がいればこれとり,とりあえずとりあえず二枚引かなきゃいけないやつでみたいな。<laughs> あそんなんですね。二 <laughs> 枚。あれはちょっとゲジさん入ってたです。<laughs> それでまた同じのの,あの緑のドロー2みたいなのあじゃあ緑の出せなて、それ出せなくてそれ出せなあの全く同じじゃないと <laughs> 出せなくてあのね、えー、とな,いな,いないもんね取るしかない取るしかないこああそうなんですねつって何回かやってたよねみんなものすごい丁寧に教えてあげて。<laughs> <laughs> その光景がすごい楽し,楽しかったわ。忍さって残酷かしないこれ。<laughs> そうかな。それ意外とヤンキーだったのよね。ヤンキーって。意外とあのあのだから俺最初は俗から反り込みの反りっていうことになったぐらいに <laughs>。六 <laughs> 万の由来って何でした。 そう、私、聞き逃しちゃったかも。あのね、それがまたね。あの、六万って、えっと、アカウントが総理で六。ゼロゼロ。これもね、うん、あの。俺が言わなければ、うん、俺がその場にいなければ、うん、みんななんか。うん。何で、うん、<laughs> リアクションに困る感じ。<laughs> 最初,最初あの千だったんですよそれで5,000だったのが、うん、あのちょっと少ないなと思って6,000にしてでこの間あの6万人になったんでっていうふうにみんな聞かなくて「<laughs> う<ー>ん? <laughs> あ」みてんなで <laughs> 俺はそこに「いや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 、うん、だからその5,000はどっから来て,って、うん、突ってツッコむとそうすると、うん、あのなんか。 あの数字をつけてみようかねっていうふうにして、うん、あ,あんまり最初5,000だったんですよでその後あのしばらくしばらくしてにしたんです <laughs> それからうん、まあと最近かな6万にして今六6万です <laughs> 聞いたよさっき。<laughs> そういうそういう不思議なコントが自然とでき<あ>やりあえるそうだね、うん、ちょっと不思議なところえ <laughs> <laughs> 不思議なところはあるのかなあなんだっけソリマチさんも好きだ GTO が好きだ、ね、その GTO が好き,、ねうん、好きだっていう話もしてたし意外とそのヤンキーイメージもあ 全然見た目はねそういう感じじゃないのにねだけどほらそういうバイクも好きだしさうん、うん、意外でした常磐特川さんすごいねうの<え>はかつてドロー22を食らったこと、えー、それは4もドロー4もドロー2も合わせていいやつなんあそういう何かローカルルールの時かな <laughs> ね ねえ松山亮さんとまだできてないんですよね海 <laughs> ミ水野さんぐらいの俺の頭があったら「<え>出飲みかよ」って突っ込めたそうすごく丁寧でいい感じのそれ、うん、聞いてもいないのに2回も3回も同じことを繰り返して「聞いたよ!」って <laughs> 突っ込まれてまた成立どんどんコントが進んでいく感じの、ねうん、楽しかったですよ <laughs> 6番のくだりが今日一番笑ったっ<笑><笑>大小の問題になるけそうやってみんなが突っ込んでくれたら本当にみんなでさらに楽しく盛り上がれるとサムサムさんありがとうございましたありがとうございましたおやすみなさいまたねね。たこ行きしたどうも本当ですね、うん、今回初めてソリさんにお会いできたし、ね、またねいろんな人と本当 お会いするの楽しみですね楽しみ,楽しみでそういうことを、うん、だからあのもしかしたらあのその時にその場にいなかった人たちは、うん、西さんがあのソリさんがいないところで悪口言ってるように見えるかもしれないけど、うん、俺ソリさんに聞かれても全然ソリさんもそれを一緒に笑える関係性だからもそう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 何 <laughs> だっけ それがね意外とその数字とかも何、うん、だっけな全部説明してくれたの、うん、ミクシーとかはこうなんですよとか、ね、いろいろアカウント全部こうなんですよって言われて、うん、名前の「S」から取って「どうのこうの」とか、うん、いろいろ言ってたんだけど、うん、あのその答えが全部俺が聞いた質問に対する答えにはなってなかったからあ, <laughs> あんまりよく覚えてないんだけど。うん でも楽しい会話を、はあ、<laughs> みんなで盛り上がってたのよ、はあ、多分次あたりになればみんなもどんどん突っ込んでいけると思うから <laughs> どんどん盛り上がってくると思う突っ込んで大丈夫だなっていう、うん、あのだからあのキャラもねちゃんと自分で考えてそうみたいですね,ね、うん、やって、うん、なんか突っ込んで傷ついたりしないかななんて思ったら突っ込みを待ってたっていう。<laughs> あ、理科姫様お久しぶりです。あ久しぶりね。パパちゃんもあ。本当だ。あ、あ、今日電話出てた、ね。ね、そこ聞いてましたよ、うん、ちょうど、その時間に聞いてた。た、えー、朝早い、今、え、今、朝なの。理科姫様。うん。もう起きたんですか。<laughs> 逆の特許権を視聴する芸人さんには。倍光沢で頼み水着ということですね。ね そうあの僕と添さんはもうまぶ,まぶだちになったんだ <laughs> いえいえ「歌声コン」いきつつはまた,またあのやりますからいつでもどうぞ <laughs> あもう6万以上は増えないんだ今のとこ本人はそう言ってるけれども、うん、分かんないねまた気分で分か,分かんないかもしれない <laughs> でこういうこの話を聞いた直後に個数7万5千とかね<ー> <laughs> してるかもしれない <laughs> 二度と来なかったり <laughs>。そしたら、なんか、俺がすごい、なんか、感じ悪い。人になって、思っちゃうじゃない。<laughs> ね、六万以上にはしないって、ね。言ってた。その場では言ってたけど。わかんないよ。ね、はっぱちゃんも、この間、ね、来れなくて、残念でしたが、また。やりますから。ね,ね、その時には。ぜひいらしてください。ね。 全然入ってこなかった説明ってあ,あそうなんかねいろいろ説明してくれるんだけどあのいくつか俺がエラーしたのもあってエラーミスさんがエラー <laughs> ちゃんと捕まえてこう突っ込まなきゃいけなかったんだけど、うん、なんかえ <laughs> 見送った <laughs> そういうそういうパターンもあってねなんでそうなんで六万以上に増やさないのかいいな自分で聞きなさいよ自分で聞きなさいよ <laughs> 聞いてもでも帰ってこなかったりとか結構あのやりっぱなしのところもあるからね <laughs> そ, <んな S 1> そうなんだもともとそこが話題になってたんだよね俺と香リのラではそうそうあの聞かれたから答えたんだけど <laughs> そこから返事がないみたいな必ずそのソニーさんは「西さん今度のあれはどこでやるの?」とかね「<うん S 2> ックスにはどう言っていいかわからないにゃーん」とかこうすごい。 なんか切実に歌えられてる感じがするから後でこう返事をすると「もうそれっきり答えとか「ありがとうにゃん」とか何にもないよで翌週の「ユースターミング」で「かおりー今日もかわいいにゃーん!」って始まっあれこの間の件はどうしたのかなみたいなもう良かったのかなみたいなねちょっと不思議なところがそこが面白かったんだけど。ソリはなんだっけ 苗字に s がつくんだよねあそうなんだっけそう s がついて、うん、あとはソリマチソリマチさんのソリもかかってるが好きでソリがついて、うん、あとその当時反り込みが入ってたんでえ、そう本当？<laughs> <laughs> それは今捏造ですよね。今捏造だけどそういうヤンキー話をしてたから反り込みが入ってたソリなんちゃうんって。<ー> <laughs> まあいろんな人楽しい人いますよね。ね<ー>次があったら森高を。おおぜひぜひ。にゃんはやっぱソリさんの特許かね。特おつかわさんお休み。ありがとうおつかわさんおや,さ、うん、おやすみなさい。森高ちゃんと歌ったもんね。ここかねうん。雨を被りの引きがりで、ね。そうでしたね。歌ってましたね。すごいそういう怖い人なんじゃなくてねすんごい可愛らしい。 ニャンが合いますね。ニャンが合うよね。<laughs> なんかね,ね本当に不思議な人が多くて。うん、で,でもいい人だったわよっ不思議な人ばっかりよね。松山さんもね。ね、ひっに。ひっに。<laughs> あの松山涼さんの先週の一番最後のこの西ラジシャープ西ラジの一番最後がさ、うん、あの今週のオンタイの名言。 山作戦は俺が育てたっていうててそんな話してたっけそんな話一回もしてねえよ <laughs> <laughs> それを、うん、マキシムスタイルさんがリツイートして、うん、さらに山作戦がそれを山作戦さんの耳にまでというか目にまで <laughs>、ね、入っちゃったんだ本当迷惑 <laughs> 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 あもうあと三分後で アーカーブ終わりますか。<laughs> アーカーブ。アーカーブ。りますか。ね。ね終わります。明日はアコステがあるんですけど。そうだ。明日。と。話だけしとけないと。とあの種岡康弘さんが。明日は。あの歌の種を。はい。ウエストボックスから。お送りします。そうなんですよ。だからなるべく早い時間に、多分。 あの僕や古谷香織は多分一番最初に歌うんじゃないかっていういあそうですね,ねなるべく早く終わらせて<で>早く始めてあ,のあんまり後ろが長くならないようにできれば7時前に始めたいと思ってますそれでなんとかいつもね10時過ぎにやってるからね、うん、だからなんとかその歌の種の時間に近い形でできればいいなと思っております。はい そのまま話の種に流れ込んでいく可能性もあるし、ねどうなるんでしょう、ね。どうなるかちょっとわかんないですけど。ちょっと、まあ、だからいつもよりももしかしたら歌の種が始まる時間が若干ずれ、ね、ちゃうかもしれないですね。後ろにね。赤い場合残りますか。何のあ歌の種あ？どうですか、ね。どうしよう。チャンネルとかもねどうしたりするのかね。あそうだね。チャンネル歌の種に切り替えるのありかもしれないね。十、うん、時で終わりっつって。 何